ゆっくりの、怖い話。俺の先祖は恐ろしい人物かもしれない。2006年6月にチャンネルにあるスレが立てられた。俺の先祖は恐ろしい人物かもしれない。昨日仏壇を掃除していたら何枚かの古い文書が出てきた。そのうちの1枚に鬼が人間食ってるように見える文書があったんだよ。それをよく見たら鬼の絵付きに俺の先祖の名前が書いてある。なんだかものすごく怖い。すべてはこの書き込みから始まりました。誰か昔の文字読めるやついない？どういう意味の絵なのか気になって仕方がない。徐々に反応を示す住人たち。今からうくするんでよかったら見てくれ。一のうくした画像にすれ住人たちは戦慄した、食人という文字に反応した者もいた。この村食人習慣、と読める。やっぱり食人って読めるよね。中には歴史板などに持って行って解読してもらおうかなどという者もいた。お前の先祖は右から何番目？多分一番右かな。ヨウエモンって書いてあると思う。先祖の名前だけは崩した字もなんとか読めた。文政8年。7月7日ぐらいしかわからんな。文政は1818年から1829年らしいよ。じゃあ江戸時代の後半か。徐々に解読していくスレ住人たち。江戸時代の後半にこのようなことがあり得たのでしょうか。なんでこんな時間にスレ立てんだよわらわら。昨日は疲れてて文書もあんまり見ないで寝ちゃった。今朝早く起きて文書を調べようとしたらこのざまさ。ただいまの時刻。VIP の住人はこの時間でもクオリティが高い。この時間に起きてネットに勤しんでいる人たちの将来を考えるとそれもあるしホラーです。裏の画像も見せて。裏は特にないよガキみたいなやつの練習が書かれてる。復帰本。その練習みたいのも見てみたい。ちょっとスキャンしてくる。1がスキャンしている間住人たちはこの流れを楽しんでいるようでした。こういう時のワクテカ感は最高ですね。もちろん私は経験ないですよ。昼は学校に行って夜は寝ているのでね。中には1が帰ってくるまでの間に分析している者もいたようです。そして彼らが文章を新しく解読をし始めた時、1が帰ってきました。裏面持ってきました。文字が微妙に霞んでる。つまり裏面にも文が書いてあったということ。これ畳んであったの。袋とか外包みとかあった。仏壇の下からこのまま出てきた。仏壇自体かなり重いものなので多分設置した時に入れたと思う。そしてここから事態が動き始めます。じいちゃんが起きたのでこのことを聞いてきた。何でも文化文政年間に村の中央を流れる川が氾濫して凶作の年が何年も続いたらしい。郷土史でも調べたら文政5年に大水があったって書いてある。史実と符合する情報も出てきました。おじいさんはどこまで知っているのでしょうか。人食のことは聞いた。聞いたけど全く知らないらしい。じいちゃん曰くこれは飢饉に苦しむ農民の姿じゃないか、とのことだ。文政5年、1822年、洪水。そんなに有名な事件ではないよ。でも洪水のせいで田んぼの6割が壊滅したらしい。まとめると凶作のために人肉を食ってたってことか、それとも生贄に人間を差し出してたのか、恐ろしいな。しかしここで一つの疑問が湧き上がります。一の先祖に食人習慣があったとして、その自分たちの姿を化け物みたいに描くか、だよな。別の奴らが化け物に見立てて描いたんだろうな。でもなんでそれが一日にあんだろう。一の先祖をよく思わない人が描いたいとかでもそうしたら保存はしておかないだろうな。うちは村の長的なポジションだったらしい。じいちゃん、この絵なんだけど、知らない。え、でも、食人習慣はあったんだよね。なかった。まさにそれだった。しかも最後にあんまり良い絵じゃないからよそで見せるな。早めに処分しろ、だって。おじいさんは明らかに何か隠している気がしますね。その後スレは書き込みが増えて盛り上がっていきました。考察する人、恐怖でガクブルする人、久しぶりに面白いスレに出会えて楽しむもの。そんな中異質な存在が登場するのです。とあるスレ住人が作ったアスキーアートが登場したのです。一瞬で大人気になりましたね。食べてなんですよ。ウェッウェッウェッ、うるせえ。なんか楽しそうです。床下掘ったら、骨がゴロゴロ出てきたり、一の家に幽霊が出たとかないの？今のところは見てない。今思い出したけどお墓の端っこに鬼なんとかって書かれた石塔があった。じいちゃんに石塔のこと聞いてきた。邪気供養の塔と書かれていて幕末のものらしい。なぜ建てられたかは不明とのこと。鮮明な画像がもう少し待って。どうやら石塔も後で撮影してくれるようです。ただもうおじいさんには何も聞かない方がいいような気がします。なんとなくじいちゃんにはもう聞かない方がいい気がするよ。じいちゃんもう畑に行っちゃった。まだ朝飯も食ってないのに。ちょ、
それやばくねえか。じゃあ、じいちゃんは危険だな。そしてここで1が新しい情報を出してくるのでした。一緒に出てきた文書も浮く。新しい情報にすれ住人は色めき立ちます。この画像にある文書は全部検知関係。その中に混じって最初の紙があった。そしてここで日本史学を専攻しているものが現れます。ここで日本史学を専攻している俺が来ましたよ。とりあえずログ流し読みしましたが、食人の縁と言えるのはとりあえず、食人の図です。今から解読します。よろー、わってか、お前マジ頭良さそうだな。格好つけたけど全然わかんねえよ、わらわら。まあいいや、途中まで。これが合っているかわかりませんが、解読はかなり進みましたね。ちょっと例の破壊師見てきたいんですけどいいですか。1が石塔を撮影に行くようです。そしてここで1スレ目が終わります。朝の6時にスレ立てして2時間経たずに1スレ消化、当時の盛り上がりが推し量れます。新しいスレが立てられ、1が帰ってくることを待ちわびる住人たち。なかなか帰ってこない1。1が帰ってきたのは2スレ目が200くらいまで進んだあたりでした。すまん。クオリティの低いことをしてしまった。せっかくダッシュで行ったのに、これから今あったことを話し。1が帰ってきたことに喜ぶ住人。撮影用に携帯をポケットに入れて墓までダッシュした。近道の山の中を走って行ったんだけど墓に着いたら携帯がなかった。とりあえず石塔の内容はメモってきたよ。表には蛇供養の塔、裏には甲信年、〇〇かっこ俺の名字一族って書いてあった。携帯は帰りに探したけど見つからなかった。本当にごめん。うわ、これはひどいな。社会の先生から3年くらい前に聞いた話だが、一の先祖は蛇扱いか、食人があったかはわからないが、供養の前の言葉はその家族の天国での名字みたいなもの、金銭的な問題もあるが、普通動物の名前がつくのは良くなかったはず。多分蛇は隠語だな、食人とは関係ないかもしれんが、昔は子供の間引きを平気でやってたから、それを蛇と称して供養塔を作ったんじゃないかと予想してみる。詳しくはわからないが、明らかにネガティブな内容のようです。ちょっと質問、甲信年って年号、年号だとしたらいつ頃かわからない。甲信年は1824年じゃないか。1スレ目に出てきた情報で文政という年号がありましたね。文政は1818年から1829年らしいよ。1824年がピシャリな件。文書と石塔に書かれていた時代がほぼ一致したようです。これらの意味するものは果たして。ここまでの情報を使い推理するものも出てきました。ちょっと待ってくれ、一の家って地主系じゃないか。古くは小作人を雇って、持って、いなかったか。なんとなく見えてきた気が。前スレでは村長だとかそんなこと言ってたな。ちょっとログ全部読みはしたんだが、曖昧かもしらん。とりあえず、なんとなく書くが、一は地主だったのではないか。古く荘園制度などでは地頭と呼ばれた立場かな。水害、飢饉、干ばつ、大水だったっけ、などで不作が続いた。一の先祖はそれでも小作人たちから搾取した。それを老源として、人を喰らう鬼、ガキ、となったのではないだろうか。こういう話は各地に存在してる。それを絵で鬼、ガキ、の姿として残すというのも納得できるが。どうかね。この説でいくと人が人を食う、といったことはなかったということになりますね。なるほど、人を食う描写は霊を絞り尽くすことを抽象的に表しているってことか。なんだか鮮やかだな、それだったら安心なんだが。この村の地主はこんなことをしてたんだぜ。どうよ、ってのを、一の先祖が見つけて門外不出にしたってことか。うん、問題はそこだ。なぜそれを書いた紙を残したのか。ざっくり思いつくままに書くと。一のご先祖本人が外部へのルフを恐れて隠した。一のご先祖本人が自戒の意味で保管した。似たような感じだが、一のご先祖が子孫への記録として自ら残した。誰か一の血縁ではないものが一のご先祖への当てつけとして一の家に忍ばせた。この説を推す者や否定する者、みんな考えはいろいろあると思う。そして一がここでまた新たな文書を持ってくるのでした。また関係ありそうな文書が出てきました。この言葉に歓喜する住人たち、どんな情報が出てくるのでしょうか。残念、釣りでした。そう、すべては一の作り物でした。嘘だろ、クオリティ高すぎだろ、わらわら。お前の才能に嫉妬。これは歴史に残る壮大な釣りだな。ちょ、古文書いたのお前か。すげえ、紙はガチで古いものにしか見えん。クソ古い紙戸籍を何度も見たことのある俺が騙された。俺の時間を真の鬼を見た。やあやあ皆様方、楽しんでくれたかな。最初の古文書も俺が書いたんだよ。でも紙は本当に200年前のものだし、文章も完璧のはずだ。これが手ぬぐいクオリティ。でも紙は本当に200年前のものだし、でも紙は本当に200年前のものだし、ちょ、紙は本物かよ。もったいねえ。友達にまでネットで教えてしまった俺。恥ずかしすぎ、紙は本物って、200年越しの釣りに勝てるわけねえや。これは釣られたことに名誉を感じるほどの紙すれ。200年前の紙は家の襖を張り替えるときに採取。文章は一部適当。意味はあんまりない。なんなら正解書こうか、頼む。全部ネタバラシしてくれ、わらわら。
問題不出文政8年7月20日、小沢村名主要上門吉上門功労益増助上門、村起手は校舎に罰罪の丸の段、段工人、地方なやり持ち居候吉藤五段最後雑魚わからん、この村食人習慣だお。よ、自分で書いといてわからんって、あんだと、みんな結構解読で待ってたね。県知町も、県知町はガチ、あの弱いカスでしょ、このアスキーアートどうすんだよ、こいつの名前決めようぜ。向こべっそ、食人地球ちゃん、釣り神様。グッジョブ、素晴らしい、釣り神様来たこれ。今回の手拭いクオリティはなかなかだったな。次回の手拭いにも期待しててくれよ。こんなのもビッグクオリティ、ブーン。まさか壮大な釣りだったとはね。釣れたてから約2時間半、駆け抜けていきましたね。以上が2チャンネルにおけるある種の伝説、釣り神様誕生秘話でした。ゆっくりの、怖い話。ブラック企業から脱走しながら実況してみた。2016年8月、ここは2チャンネルのとある板、覚悟を持ち、戦いを始める者が現れた。ワイマサ、社畜、1ヶ月練りに熱帯用脱走を本日決行。社員が寝る時間も、警備の巡回時間も、寮担当が来る時間も、食堂担当が来る時間も、電車の始発も、最寄り駅までの所要時間も、すべて調べ尽くして2時から2時半しかないと判明。朝4時半起きの仕事で5時から担当が寝坊を起こしに回るから始発で逃げ切れそう。2016年8月14日の深夜、突如リアル脱出ゲームを始める猛者が現れた。成功しても失敗しても楽しめるので神すれ確定です。住人たちも興味津々です。タコ部屋かな、普通に集合用やで、監視カメラとかないんか。監視カメラは各階のエレベーター付近と非常階段、食堂、寮の入り口にあるのは確認済みやがダミー臭いわ。1ヶ月寝ったというだけあって必要な情報は集まっていますね。問題は30分しか時間がないことや、万が一にも誰かトイレとかに落ちてきたらおしまいや。チャンスは1回だけのようです。普通に自費用出せや。それで辞めれたら苦労しないんだよな。こんなとこトラブルなしに辞めれそうにないんだよな。バイトでも辞めさせないところが多いと聞きますね。バックレが手っ取り早いっす。もう仕事には戻らんのか。もう1日12時間労働付きに1日休みはいやんご。奴隷かな。監視カメラは壊して試したか。試してはないがカメラの前で毎日変顔したけど何も言われんし平気平気。何の仕事？超ブラック基地が飲食。飲食でブラック。怖いので名前は出せませんが、もしかして、和で始まり、谷続き、見で終わるところですかね。寿司屋の修行みたいなことしてんのか、チェーン店でそれならマジで違いやけど、普通の居酒屋やで、渡見やろな。名前を出しやがったなこいつ。違うけど近いかも、王将。隠せてないですね。ちょい違うかな。ちょい違うってことは、頭に何かを付け加えるってことかな。これ以上は言えませんな。あ、突然だけど大阪行きたいです。意味はないけど。居酒屋やのに早朝から仕事なんか、ランチタイム営業あるとしても9時がええとこやろ。一人で仕込みとかよ、鬼畜ゲームやで。若い頃はブラックってやめられんと思い込むんだよな。檻を作っているのは自分なのに。まあ、脱走もええと思うで。4年も頑張ったから許してや。インフルエンザになっても出勤、店が火事でも出勤はもうゴリゴリやで。これ本当に日本の話なのか。そんなんせんでも普通にやめろや。釣りにしか見えんぞ。普通にやめれんやつなんかたくさんいるで。ほな具体的に脱走計画する前にやめるために何してきたんや。まずは辞表、結果、同期、会社には言うときますね。会社結果、なんか一致勘違いしてるみたいやけど、辞表は会社の受理は関係ないで。え、そうなんか。民法には辞表の提出に関して相手側の承諾は規定されてへんのや。出した時点から一定期間で辞めて構わんのやで。これは知りませんでした。一つ勉強になったね。ちなみに手取り月収は12マソ。安いけど、家賃水道光熱費食費が含まれているなら。ちなみに料費と食費と光熱費でさらに5万引かれるやで。冗談だと言ってくれマジで。6時くらいに名丸丸駅で会おうな。すぐタクシー拾うんやぞ。田舎だからない定期。タクシー呼んで待たせておくんや。なるほど、ろくに考えてなくて草。練りに練ったという割にはずさんです。少し心配になってきました。しかしここで1の脱走計画に賑わうすれに、恐ろしい書き込みが現れるのでした。Y のチンコ晒した方が盛り上がりそう。そんなことで盛り上がるわけないだろ。何これ、チンチンに需要があるんですか。怖いです。1の人生がかかってんのにふざけすぎだ貴様ら。1は今恐怖で震えてるんだぞ。腹でこんなやつ一生ブラック企業で働けばいいのに。ちょっと取り乱しました。なんや、えらいのんきな脱走やな。うん、これは釣り。あんなレスしてればそう思われますよね。一致あと10分やで、最後にトイレ行かんくて大丈夫か。時間が迫ってきたあたりで応援するレスが増えてきました。一致頑張れや。ブラックとかやめて正解、一致応援するで。
コンティニューなしのメタルギアごっこやで、エッチ頑張れや。ワイは応援してるで頑張るんやで、なお捕まってほしいという気持ちもある。どっちに転んでも楽しめるとかいう最低な発想をするクズ野郎がいます。ここまで画像なし、あ。何の画像を貼れって言うんでしょう、チンチンかな。建物の中の画像見せてや、ワイらも臨場感とスリル味わいたい。無音シャッター入れて、どうぞ。とりあえず逃げ場に一番近い洗濯場に来た。こんな状況でも画像を貼り、スレを盛り上げるオンジェイミン魂を見せる位置。さっきから余裕あるねこの人。トヨタのようやろな、飲食店やで、ただの飲食店でこれか。ちなトヨタのようはかなりエグいらしいで、逃げるか死ぬからしい。トヨタへの熱い風評被害。ようなのにコインで洗うのか。洗濯200円、乾燥100円、エアコン12時間200円、ベリカ使わされてそう。ようにいてその料金は鬼畜やな。こんなやりとりをしていると時間になったようです。こちらエッチ、駅に着いたらもっかい画像あげるで。一の戦いが幕を開けました。住人たちの声援を受け彼はミッションを開始。駅に着いたら報告をするとのことなので30分くらいかかるかな。非常事態だ、食堂担当が早めに来やがった。非常階段にて待機。いきなりつまずいた。住人はいきなりの事態に動揺。いや、楽しんでいるのか、これ。どうしたらええんや、外部に行くにはコインランドリー、から食堂、から入り口なんや。動揺する駅にいろいろな案を出す住人たち。ただしあまり役に立たない模様。もう少ししたら両担当が来ちまう。ホラーゲームみたいな緊張感やな。リアルメタルギア化してて草、てか実況スレになっててさらに草。ゲーム感覚で楽しんでいやがるぜこいつら。さらにこんな画像まで作られました。ゲーム画面のようにライフや残りの銃弾などを表示したコラ画像です。草、草生える、草、草。草生やしすぎだろ。その後、一はこの書き込みを残して反応がなくなってしまった。それぞれ脱出手段を挙げる住人たち。しかし一の反応がないことを心配する書き込みが増えてきます。グッバイ一、ほれ、行きました。高いとこから飛び降りるのはやめるんやぞ。そんな方法取るやつはいないだろ。ワイも昔ビルから飛び降りたがそのまま行ってしまった。成仏しろ、成仏してくれメンス。さっさと成仏するんやで、成仏してくれメンス。幽霊ごっこをしだす暇人たち。そしてもう動きないし飽きて解散かなと思った時でした。こちらエッチ、お前ら待たせたな、綺麗な空を拝むで。一が帰ってきました。来たー、脱走成功やん。すごいなエッチ、どうやったんだ。おお、脱走成功したんか。やったぜ、生きてたか。お、エッチ生きとるやん、脱走記念パピコ。一が生きてたことに喜ぶ住人たち。しかしどうやって脱出できたのでしょうか。食堂のおばあちゃんに2万もくれてやったわ。まさかの賄賂発言に対して。ひえー、おばちゃん足元見てくるやんけ。それはアホすぎ、なんとでも言えたやろ。2万円、買収したんかくさ。それぞれ驚いているようですね。前のやつは3万くれたとか小崎やがって買収に時間かかったわ。まさかの前例があることが発覚。脱走兵時々出るんかよくさ、闇深、同じやつがいたんか。近くに JR ないからとりあえずターミナル駅まででなあかんな。福本のブリキの漫画にありそうな展開やな。敵で待ち構えてるとか、一応追ってに気をつけてくれメンス。とりあえず持ち金3万、持ち物、携帯、通帳、印鑑、くれか。などとさっきから余裕を超えてレスをしていた位置でしたが、ここで事態が急変します。隣を社員の車が通り過ぎた模様、これより全力で走る。全力で走るとのことなので当分レスはできないでしょう。それはそれとして BGM 間違っているかな。あかんやんけ。あ、ドキドキしてきたんごねー。おーおー急げエッチ。最悪、敵に先回りされてる可能性あるぞ。深夜だけどみんなテンションマックスですね。それ以降当然ですが1は全力疾走のためレスをすることはできません。住民たちは草生やしたりババアをネタにしたり楽しんでいる模様。トライ、助け求む。全力で走る宣言からわずか4分、よくわからないが助けを求め始めました。多分家庭教師のトライは関係ないはず。なんか緊迫感が足りませんね。駅、という、サスケ求む。サスケを求められても一体どのサスケなのかわかりません。右の人サノスケだったわ。サスケ、敵に来たけど張り込まれてるんかな。もうこうなったら脳キルクリアは無理やろ。最初にババアを殺しておけばバレなかったのに。脱走の成功率は世界統計で 24.3%。とりあえず電車は危険やで。今田浩二が日向学園の寮から逃げ出した話思い出したんご。どうなってんねん、イッチ、答えてくれや。スレが混乱してきましたね。そこでみんな落ち着けようとするものが現れました。みんな落ち着くんや。落ち着けという言葉とともに URL が貼られました。この URL は Yahoo が運営する子供向けゲームサイトにつながります。あの悪名なだかきプニキのホームランダービーです。子供向けとは言えない難易度であり2012年頃に2チャンネルで流行っていこう。
海外にまで悪名を轟かせた伝説のゲームです。ラスボスであるロビンは消える魔球、弾む魔球、横ブレする魔球、球速が突然変わる魔球。いろんな球種を混ぜ込んでくるチート野郎です。残念なことに2020年末にフラッシュプレイヤーのサービス終了とともに消えていきました。しかしネラーはこれにトラウマがあるのか。はらんでいい、はらんでいい、はらんでいい、はらんでいい。そんなものはらなくていいと大合唱をします。みんな落ち着いたようですな。模様すりとりあえず走る、すまん。また謎のワードをつぶやく1。模様すって小便ってことか。便利、模様すとりあえず走るやろ。便利来てたら走れないんだよな。解読を試みる住人。この解読は無理があると思うわ。地理流は捨てる、一次か藤松向かう。具体的な向かう駅を挙げる1。これ結構距離あるよね。特に地流から藤松は遠いよ。住人たちの反応はバラバラで、A 団、別の駅に行け、いちいち言わない方がいいなど意見が割れます。電話の数やべえよやべえよ。とうとう完全にバレたようです。こやババアがバラしたな。はいな、やったババアか。絶対ババアやぶっ殺す。ここまでババアをネタにしてましたが、これは完全にババアが裏切りましたな。電話やばいシス遅れる。Y はとりあえず真ん中の畑道走って市内に向かう。同志がいたら刈谷で会おう。だいぶ混乱しているようだ。同志がいたらとか言ってるが、ここにいるのはヤジ馬的に楽しんでるやつだけだぞ。楽しそう。ワクワクするんごね。ほらね。詳しいやつにしかわからんか。カチツテ刈谷ではなく小さい刈谷や、社員バレ防止で。カチツテ刈谷とは一体。ここに刈谷駅ってのがあるけど、東海道本線も走ってるので、こっちの刈谷駅駅ってやつかもしれませんね。畑道を進むも高速の下に車のライト発見。ああ、もうダメかも。高速が赤いラインです。位置が向かうルート的にはここら辺でしょうかね。諦めんな、ダンボールの中に隠れるんや。本当に会社の車か、タクシー通ってないのか、おらんのなら呼べ。畑道にしゃがんでる、無能、もう終わりやね、耐えろ、携帯の光気をつけろや。半分くらいの住人は諦めてませんかねこれ。とりあえず戻るしかねえ、ダメや、豊明目指すわ。さっき目指してた藤松より遠くなってるぞ。地理流から豊明までの直線距離で5キロあるんだが、道のり的には6、7キロくらいありそうだね。むっちゃ遠いけど行けるならありやな。始発に乗れる。他の人に見つけられて不審者扱いされても言い訳できんな。詳しいやつならわかるやろ。ジョイフルあたり通過化していく。ピンポイントで詳しいやつなんてそういないでしょう。ただ一応ここまでに。ワイ名古屋市民今から車出せるんご。事故ったから台車やが。ワイ、一地救出に出動。ワイ車に乗ろうと思ったが家の前で事故でちょっとの間通行止めの足止めを食らう。ワイ車の通ることを許される。今から向かう。という自称救出隊がいましたが、自分がいる場所の画像とかを上げることもなく、一にも相手にされず、コンビニで女の子と話をしてるとか言い出したので、おそらく釣りだろうと言われてます。そしてここで次スレが作られました。兵庫の地名にある場所わかるやついるか、今その付近や。地名を使ったクイズ形式にしてきましたね。どういうことや、誰かわからんのか、愛知にも兵庫にもある地名ってことやろ。まとめさん、Y のレスは虹色で、まとめさん、Y 金色で。記念書き込みしてる場合じゃねえ。2たす、8たす、2の方面に向かう。上の地名も判明する前に次の暗号が書き込まれました。この1、ノリノリである。まとめさん Y はうんこ色で。おまけだ持ってけ。一致暗号使い出してくさ。暗号解読に自信に来たのもやで。二たす、三付近ドラッグ密売所付近通過。やつぎばやに来ますね。ここら辺で解読が進んだようです。あよいか。兵庫にある地名というのは、あよい町らしいです。12時の方向。二つ目のはどうやら北に向かっているようです。次のドラッグや。最後のは自分でネタバラしし始めましたね。愛知県にあよい町多すぎ問題勃発。近場に複数出るので地図で場所が出せません。泉田神戸から山の神付近通過中や、分かってくれ。どうやら今ここらしいです。こういうルートで来たらしい。そして次の山の神だけど、柏原なのか神野なのか、もしくは今井なのか。近場にそれらしい地名がなさそうなんですよね。山の神でマップググると282号線がヒットするんご。もしかしてさっき乗って282号線のことだったのか。さっきの解読班使えねえなぁ。言うのう、これは、やりますねー。これはビッグボスの部下ですわ。赤い線が282号線です。山の神付近を通過と言っているのでこんな感じかな。とりあえず23、から今川北、から五園に向かう。さっきの画像ですが矢印の先が23号線のようです。服装言ってくれメンス。上は水色の T シャツ、下は白のズボンや。ここまで救助隊に一切興味を示さなかった位置ですが、服装を教えるということは一応助けを期待してるらしいです。ワオも車で救助行ったろか。新しい救助隊です。免許取るから待ってて。ただのクソ野郎でした。誰もいないならはいいけどどうなんや。真の救助隊でしょうか。
Y の所持してる大型トラックで燃費悪いから人いたらできれば行きたくないんや。結局こいつも行かなかった冷やかしクソ野郎でした。やっぱ2チャンネルはクソしかいないね。書き込みが途絶えた。あれ、1言ったか。1がレスしなくなりバッドエンドを想像する住人たち。1は行ってしまったのでしょうか。あと 29,870。ジュース買ってただけでした。ジュハゲ、ジュース買ってんじゃねえよハゲ。これは有名なネタですね。ググると出てきます。あののぼえんわかるかな。これが暗号なのか実際にある場所なのかもはや判断がつきません。青山、あのや。どうやらあの、という場所があるらしいです。豊秋に向かってるんやな。そうや。どうやら1の場所を正確にわかるやつが出てきたようです。でもこの人、少し前に免許持ってないって言ってますね。残念。救護班も信じてええんか。とりあえず豊秋駅行くで。救助隊を頼るかの書き込みですが。すまん、ガチやから救護班を信用しきれないんや。このすれ立てた意味はいろんなブラックがあるって知ってほしかったんや。ネズミアドバイスくれてるみんなありがとう。やはり信用できないようです。ふるさとに戻りたい？なんでこうなるんや？ Y の人生なんなんや？泣けてくるわ。1は悲しみに暮れてしまった。ブラック企業を許してはいけない。まだ若い、いくらでもやり直せる。唐突に思い出に浸るのは映画で死ぬ役みたいになるので NG。ここら辺で住人たちが1にトリップをつけてくれと頼みました。もうすぐ母園見えるかな？トリップをつけました。前後あたりで子孫名駅向かうかな？前後という駅で子孫で名古屋駅向かうかな？でしょうか？お前後まで行ったら5時48分に豊橋行き準急があるぞ。ありがとう、助かります。信じていいかわからん救護班より頼りになるよ。ディスられる救助隊。まあ、役に立たなかったからね。カリアは4時過ぎから夜が明け始めるから時間少ないな。Y のおすすめは前後の駅で始発のバスに乗って藤田保健衛生大学まで行って、そこから市バスで徳重方面に向かうことや、乗り継ぎ多いし時間もまばらやから微妙やけど。ちょい詳しく教えて、前後なあ詳しくない。なんか文面から死にそうになってる気がしますね。しかしここで予想していないことが起きました。ツイッターでこのスレ拡散しとるやつおった？やめえや。これには住人たち激おこです。本当追加すクソだな。ツイッター民を批判してるけど、ここの住人に裏切り者がいるってことなんだけどね。は、マジ、とりあえず免疫つくまで詳細は伏せようかな。これにより1はここに情報を書き込むことを警戒することになります。そして3スレ目に突入です。京都までは逃げたい。拡散がいるなら画像とか危ないやん。ガチやから怖い。1、選択肢や、スレの住民に助けてもらいたいなら勇気出して情報さらけ出すべきや、逆に自分で逃げるならもうスレに書き込むのは事後報告だけにした方がええ。スレ民的には面白くない野郎が本気で助かりたいなら2択や。珍しくまともなアドバイスが来ました。偽物はいてるから名古屋に無事着いたらレスするな。ここらで偽物が湧いたのもあり、1はレスを控えるようです。実家にどんな顔して帰ったらええんや、わからんねん、できやんな。7分後、またしょげたレスをする1。似たようなことになった時家族は笑ってたで、普通に帰ればええ、1は頑張った、生きて帰るのが最大の仕事。励ます住人たち。寮付きの会社って独自の情報網持ってて、同じような寮付きの会社とかと常に連携取り合って脱走者とか簡単に見つけられるようにしてるらしいからな。うまく逃げれても、その次が大変やで、1がまともに部屋を借りれない多重債務者とか犯罪者とかだったらなおさらや。なんもないで、学校卒業して初めての会社や。どうやら就職ガチャ外したらしいです。その後、名古屋に着いたら報告する。と言い残してレスを控えるという1。これ以降特に動きがなくなるかと思われたスレでしたが。Y 段階やけど、こういう脱走なんかして会社に迷惑電話かけるやつってなんなんやろな。ちゃんと会社にしがみついてでも働けや。最近の若者は根性なさすぎや。突如現れる老害段階2期。迷惑電話をかけてはいないし、しがみついてでもなどと言ってますが、会社にしがみつかないといけないのは無能な人だけですよね。さらに警察にこの板持っていくとか。会社が訴えたら終わるなど言ってます。警察沙汰や裁判沙汰になれば困るの会社なんですよねー。その後も段階老害2期は必死に根性論を上げたり苦労話をしますが、煽られます。他にも辞める時点で論外だと言ってますがあなたの頭が論外です。途中から読んだのかと思えば最初から見ているらしいですしね。そいつは段階すれ乱立している大事だぞ。相手にするなと言ってんだろうが、ちょっと落ち着けよ。HP1 やんけ。死にかけだったからこんなに必死だったのか。ここら辺は下げてスレが進行していましたがたまに上げてしまう人がいます。それで下げろと住人が言っていますが。下げなきゃいかんとか誰が決めたん？そんな法律ないやろ。ブラック企業で働き続けなきゃいかん法律もないんですよねー。君にはネット掲示板はまだ早いんちゃうかな。ラジオ体操早く行くんやで。ガキ臭くて臭。俺ルール押し付けんなよ。最初に俺ルールを押し付けたのは段階老害2期だけどねー。
これくらい働いてたって、まあ。1900年の労働時間をどっからか拾ってきた住人がいました。当たり前やろ、だから叩いとるんや、お前らはもっと恵まれてるやろと。さすがに戦前と同じとか話もりすぎだろ、ちょっとネタっぽいですねこの人。ここもきっつうざすぎや、もうええわ、同じ空気吸いたくないから出てったる。最初からそうすればよかったのにね。しかしここで1が帰ってきました。厳しい意見があってもしゃあないって思う。逃げる行為は褒められたものじゃないからね。自分が弱いのもわかるし変わらないといけないのもわかる。だけどもう引き下がれない。釣りって思ってる人はそれでいいし、それに同行言うつもりもない。ただ、こんな会社もあるってことと、こんな愚かな若者がいるってだけ、キッズたちも社会人になればいろんな壁があると思う。ただ、自分の未来を決めるのは他人じゃない自分自身なんだ。何が正しくて何が正しくないなんか人によってすり替わっていく。自分を信じて動くしかない。1は自分の弱さを受け入れた上で行動を起こしたようです。お前と同じ職場で必死に働いてる奴に対して失礼だと思わないんか。まだいたんですね。じゃああなたは必死に働いて何を得この時間にここにいらっしゃるんですか。人の生き方はそれぞれです。段階老害2期は必死に働いた結果どうなったのでしょうか。この人の口調は南 J や音 J の口調であることから2チャンネルに入り浸っていると推測されます。2チャンネル付けの老後と考えるとかわいそうに思えてきました。その後この人はさらにレスをして消えていきました。この人を嫌う人は多いかもしれませんが、きっと厳しい時代の被害者だったのです。あまり叩きすぎないようにね、とか言っとけば好感度上がるかしら。偏屈老害父がクソジジイが去った後はどうなったかというと、無事に電車には乗れると思う、6時前に着くよ。どうやら無事駅にたどり着けそうですね。とりあえず一段落した感じか、よかった、結構走ったやろ、お疲れさん、とりあえずゆっくり休むんやで。住人たちはねぎらい、軽く質問をしてやり取りをしていました。1もだいぶ余裕を取り戻したようですね。そして、適当に別板立てますね。またお会いしましょう。このレスを最後に消えていくのでした。1はその後どんな人生を送っていくのでしょうか。社畜だった Y が社員用脱走して関西某所に逃げた昔話。こんなスレが立ちました。結構前スレ立ててた。脱走実況鳴らした。あの1なのでしょうか。は、愛犬某所から脱走したあの2期か。名古屋から逃げ出したワイヤーで。本人だと主張します。一応本人確認してほしい。最後の1レスできるはずやろ。オープン2チャンネル独自の機能なのかな。詳しくないのでわかりませんが、どうやら同じ端末ならできるらしいです。回線当時と違ってもいける。回線違うと多分無理だと思うんだけど。なんか証明する方法ないんかな。途中コテつけてなかったっけ。トリップをつけていたので、それがあれば本人だと証明できます。コテは iPhone 変えた時に忘れた。残念ながら証明はできませんでした。このスレではブラック会社に入った当時のことを書き連ねていきました。興味があったら元スレを覗いてください。ブラック会社時代の話の途中のことです。嫁さん帰ってきたから少し席外すで。結婚してたのか。脱走後のスレで日本旅行するって話したやん。その時であった。付き合って1ヶ月で結婚しました。母親が孫はよ見せろうるさくてな。この日はこれ以降書き込まず、今日の夜からできたら再会するで。日中は仕事で書き込めへんから許してや。翌日にこの書き込みをしましたが、これ以降スレに現れなくなりました。このスレを詳しくまとめなかったのは本人か不明だからです。この書き込み通り結婚して幸せになっているといいですね。いかがでしたか。ブラック企業からの脱出実況、ババアのトラップや社員からの鬼伝、偏屈気違い老害などイベント盛りだくさんでしたね。皆さんはこの話をどう思いましたか。中にはやはり正当に辞めるべきだという意見もあるでしょう。バックレを経験したことがある人もいるでしょう。ちなみにコピペで、バックレのレベルというか称号みたいなのがあるんですよね。経験がある人は素直に白状しなさい。私、B 級バックラーでした。バックレはいけないけど仕方ないこともあるよね。今ブラック企業で困っている方がいたら、2チャンネルで実況しながら成功法で戦うもよし、2チャンネルで実況しながらバックレるもよし、だと思います。長くなりましたが、ここまでご視聴ありがとうございました。ゆっくりの、怖い話。変な石を渡されたんだが。2009年6月22日、2チャンネルにとあるスレが立つ。変な石を渡されたんだが、スレ体の通り、昔渡された石みたいなのが何なのか知りたいんだ。ちょっと話をさせてくれ。石ですか。
古来より石とは儀式で使われたりお守りにしたり、人々は F の念を持って接していました。ここにチャンネル、VIP でも当然 F の念を持って接します。If の感じ方がちょっとおかしかったですね。石が先だ。ある程度の鉱物なら判断がつくと思う。まずは見せてくれないか。大パーツじゃね。今から5年前、中1だった俺は、近くの海中公園をブラブラしてたんだ。で、疲れてベンチで小1時間ぐらいぼーっとしてて、そしたら誰かが後ろから声をかけてきてさ、ちょっと君、はい。そこには普通のおっさんが立っていて、もちろん知らない人だ。話を聞いてくれるかな。まあ、俺も暇だったし、そんな変な人にも見えなかったし話を聞いてみることにした。賢者の石だろ。常識的に考えて、前置きはいらんから石を落としろよ。もらった経緯なんて聞いても判断材料にならん。ビッパーはせっかちでいけない。だがもったいつける理由もないのは確かです。確かにみんなの言う通りだな。話を急いで落としてみる。ちょっと待って、見れるかな、瓶の中にあるやつ。石が落した画像は液体の入った瓶です。中に石も入っているようですが、正直瓶と水のせいで屈折してるせいか見づらいですね。ただそれ以上に気になるのは作文用紙に英単語が書かれている部分です。申し訳ないんだがよく見えない。自ら出して見せてくれないか。よく見えないな。あと勉強しろ。テス弁してたんだろ。石より下に敷いてある作文用紙が気になる。1って精神描写か。わかった。ちょっと待ってくれ。でも、出したら煙出るしできるだけ出したくないんだが。自ら出すと煙、小さくなるのか。煙の出る石、これは気になるの。なんか金属じゃね。少しヤバめの。おいお前その煙すると超絶イケメンになるぞ。玉手箱の類似品ですかね。リンは空気中で発火するらしい。昔テレビで見たな。自ら出すと発火する石。暗所でリン光を発するなら間違いなくオーリン。有毒で発火性がある危険物。ビッパーは意外と白色です。白いやつは煙な。臭い、マジ臭い。私の目には煙は見えません。石が置いてあるところの周りは白く見えますがね。CG っぽい。なんかあったよな。水中で保存しないと発火する金属。これは一度経緯が効いてみたいな。放射能物質順序は。放射能が出ていたらウラン鉱石ですかね。渡された時の話していい。おらなんだかワクテカしてきたぞ。話の続きを物語風にまとめると反感買いそうなんで、さっとまとめると、あのおっちゃんは怪しいもんじゃない。これは君が大きな壁にぶつかったと思ったら飲んでみてくれとおっちゃんが言った。で、今受験という大きな壁、飲んでみようかな。でも怖いっていうかこれは何からの今。めちゃくちゃ怪しいだろおっさん。住人たちもそうツッコミです。飲んだら楽に行けるから、という意味ではないのかと邪推してみようか。俺もそう思ったが、絶対に楽には生かしてくれなさそう。それ飲んだら死ぬだろ。かけらいっぱいあるんだし実験しようぜ。実験体なら VIP にいっぱいいるからね。それ言ってみればマッチの先についてる薬だからな。王林と赤林の違いはあるが。林について説明を貼ってくれた人がいました。王林、B4、別名白林のほにゃらら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 ら原料として用いられる。致死量、0.1g。絶対死ぬやんけ。死ぬじゃん。何このすれ怖い。金属なのかこれ。実言うと、もらったの5年前だからもらった時の記憶があやふやなんだよな。おっちゃんは40代後半、確かネズミ色のスーツ着てたと思う。もらった時、フィルムケースに入ってたんだけど、水がこぼれそうだったんでダイソーの瓶に入れた。なんだかわかんないものを飲もうか悩むなんてお前宗教とかにあっさり引っかかりそうだな。いや、マジでこれ飲めば、高級にさ、頭良くなるとか、そんな中二的なさ、ことがあってもいいと思うんだ。頭やばいなこいつ。そのおっさん絶対こんな顔してただろ。3分間待ってくれる優しいおじさんですね。とりあえず安い金魚でも買ってきて実験台にしようぜ。もしかしたらお前が世界を変える人になるかもしれないぞ。とりあえず50度で発火するか実験だ。ファン止めて CPU の上に乗せてみようぜ。賢者の石だよ。飲めば不老不死だよ。実験を進める住人たち。一もそこまでバカじゃないからなお前ら。リンじゃなかったら、飲んでみようかな。バカだった。リンってどうやって確認すればいいのかな。とりあえず、あの煙はニンニク臭なんかじゃない。リンじゃなくても飲むなよ。頭おかしいの。あと、大きさ対象の1円玉と、カラカプセル、買ってきた。飲む気、なのか。マジで飲もうとするのは2ちゃんに集まったバカの中でも1だけですね。頼む、俺にも飲ませてくれ。他にもいんのかよやばいな、まあ冗談だと思いますけどね。マジで分けてくれ、そんなに遠くに住んでないし本当に飲みたい。なんだこいつ怖い。専門板で聞いてみたいけどここでいいのかな、ここで質問してきた。専門家に聞いてきたようです。突然すいませんこの石が何かわかる方はいらっしゃらないでしょうか。自ら出すと煙が出るぐらいしか特徴はわからないのですが、水性石か総成石の残骸のようですね。とりあえず服用してみてはいかが。私もそう思います。ぜひ飲んでみることをお勧めします。いいえ、ケフィアです。輝きは失われているが非鉱石かと思われます。専門板使えねえな。それに戦時してるのビッパーだろ。やめろよ。服用してみてはいかが。じゃねえよ。よその板荒らしただけでしたね。胆石を取ってすがすがしい気分の俺は、きっとこの世で一番爽やかな笑顔をしていたことだろう。ノリで渡したあの胆石、あの少年は今頃どうしているだろうか。それだ、いたずらでやってるならそのおっさんたち悪いな、頭がおかしいのかもしれんが。
1さんその物体をもう少し大きく撮影できませんか。うちのビデオカメラは接写できないからこれが限界だ。2つに割れたやつを元に戻す感じで置いてみた。煙がやばい。2つに割れていたんですか。こうして見ると周りの煙がよくわかりますね。ドライアイスみたいなタイプの煙だったんですね。とりあえず1は当時の記憶を蘇らせようぜ。オッケー、まとめるからちょっと待って。海中公園で、覚えてるのは話した内容だな。今、何に夢中になっているか、何に将来なりたいか、を聞いてきたのはうっすら覚えてる。あとは普通の雑談。俺その時、特に悩みとかなかったから、毎日が楽しい、みたいなこと言ったと思う。あ、でもおっちゃん自身については何も聞いてないな。で、最後、しょうもない話に付き合ってくれてありがとう。おっちゃん、楽しかったよって、これは選別だ、みたいなこと言って、例の物をくれた。すまん、あんま詳しく会話までは思い出せん。書いてて、思い出したが、あの後一週間後ぐらいにおっちゃんに会った。一週間後会って何したんだ。会った時に、あれ、飲んだの？いや、そうか、その時が来るまで大切にな、みたいな話でさえならした。えてで。突然謎の言葉を書き残す一。今思えばこれが彼の最後の言葉だった。僕たちは自分の力のなさを呪った。惜しい奴をなくしてしまった。このスレも、煙に巻かれるのか。一は、死んだ、あれ終わり、興味深いし今追いついたんだが、ちょっと目を離してた隙に一よ、結局これは何だったんだろうな。まあ釣りだったとしても面白かったさ。一をつ、どうか無事でな。釣りだったかもしれないのにこんなに惜しまれた一はそういないでしょう。え、ちょっと見ない間に一は石飲んじまったのか。悲しいことですが一は石を飲んで何かに目覚めたか、別の世界に行ったか、何にせよもう帰ってくることはないでしょう。一です。いや、最後の言葉じゃないから、ただの打ち間違い。パソコンが妹さんに占拠されたから、慌てて終わろうとした時に間違って打ったみたい。すまん、今は携帯から書いてます。明日になってもまだこのスレ生きてたら、またパソコンから書けるけど、じゃ、また明日会えるかな、もう寝る。紛らわしいことこの上ないが生きててよかった。とりあえずおつ、スレ残ってればいいな。しょうがねえな気になるから保守してやんよ。ただし俺が寝るまでだからな。おはよう、星とかマジありがてえ。残ってるとは思わなんだ。学生なんで今日は4時には帰れそう。だから、それまでに実験とか希望あれば、書いてくれ。必要な薬品なりあれば科研に聞いてみる。これは昼休みまでによろ。せっかくスレも立てたしこの煙出す石が何なのかスレ落ちるまで考えてみるわ。俺なりに、中途半端は嫌だしな。住人たちは思い思い書いていきます。そのうち1が帰ってきました。ただいま、一応取り付けた、レスしてから、今日、科学の先生に会っていたものを晒す。今日の昼休み、なんだ。ちょっと見ていただきたいものがあるんですけど、で、俺は厳重にくるんだあれを先生に渡したんだ。持ち運ぶのマジビビった。で、昼休みの終わり頃にもう一度言ったんだが、何これ？わからん、しょぼくれていた。先生の話によると、リンではないそうだ。匂いが違うって、まあ、予想通りだったわけだが、いささか残念だった。もちろん、もらいものだなんて言ってない。で、手ぶらで帰るわけはいかん、と思って、君たちが好きそうで実験に使えそうな塩酸やらを借りようと思ったんだが、まあ拒否された。どうしてもダメっすか？無理、俺がしょぼーんと帰ろうとしていると、先生が声をかけてくれて、しょうがないな、これ持っていけ、実験に使うんだろ、ってビンくれたんだ。いい先生ですね。おお、この先生やるじゃねえか、と思ったんだが、貸してくれたのは、寒天。ゼリーでも作れっていうのかよ。小さく割って燃やしたり、とかは、了解、やってみる。みんな他にしてほしいことあるか？とりあえず甲羅にぶち込んでみる。メントスみたく。小学生レベルの実験を始める位置。甲羅に入れた後どうなったんだよ。あっと。なんだこれ、泡じゃなくて煙が充満してんのか。ドライアイスを強力にした感じ、急いで写真撮ったからずれた。今まで片付けしてた、ママンに怒られた。さんと言ったらすだろう、ってことでお酢にもぶち込んでみてほしいな。酢にもつけてみたんだが変化なし。瓶の中に水入れて5年間その石つからせてたんだよね。その瓶の中に金魚入れてみれば。金魚は7時頃に入れたんだけど、今見たら普通に弱ってたから救出した。酸素が足りなかったんじゃないかな、単に。生物実験までし始める位。ダンゴムシでも何でも良いから小さい虫と一緒に、密閉された容器に入れて反応を見てほしい。いいアイデアだ、今からやってみる。磁力があるか、とか磁石にくっつく、とか調べてほしいな。了解、磁石あったかな。ダンゴムシは大丈夫っぽいぞ。かれこれ20分入れてるのに動く。磁石にはつかないっぽい。金属ではないみたいですね。しかしなかなか正体がつかめない状況の中強力な援軍が来るのでした。化学板から来ました。金属光沢があるって言っても単体っていうわけじゃないんだよな。一部の金属酸化物やセレン、テルルなどの合金や化合物も含まれる。空気中に出すと発煙することからして化合物じゃないかなとは思うけど、もし SB、SE、DE 系の化合物なら毒性が強いもの、致死量 0.5g とか、なのがザラにあるので間違っても飲むなよ。はっきりしたいんなら分析に出すしかないわ。専門板の本物はやっぱり違いますね。
380来てくれて感謝です。石じゃなく化合物という認識持った方がいいのか、最初の方に比べて石が白くなってないか、あと自ら出すと出てくるのは本当に煙なのか、自ら出して石を置いてた場所に白い粉みたいなの残ってないかな。煙は水蒸気じゃないと思う。白い粉はなかったな。ただ、水の中には小さな欠片がいっぱい沈んでる。勉強しながらレスするから遅くなるかも、って観察して気がついたんだが、形変わってるかも。科学いたから来てくれたのか、これはありがたい。少なくともうちの先生より、役に立ってくれそうだ。了解、飲まないぜ。いやー、なんか、具体的になってきた。っていうかみんな優しいな。いろいろと角度変えてみて写したから、参考になるかな。上側が赤っぽい、血のような色してる、ところどころ白。鉱物、石をたすれのものだが、その画像を見る限り石ではないような気がする。やはり化学物質の塊と考えた方がいいと思われる、では。いろんな専門家が来て面白くなりましたね。形が変わってるっていうのも合わせて、濁屈石は考えられないかな。自ら出しておくと少しずつパウダー化して白い粉になるらしいんだ。色も白や透明なものが多いけども石のようなものもあるらしい。粉じゃないんだ。なんか、2ミリぐらいのやつがいっぱい、表面から剥がれてる感じ。っていうか、さっき見たらめっちゃ変形してるやん。なんこれ、触手、角、なんだかキモい。おっと。本格的にヤバくなってないかなこれ。飲ませてくれよ、マジで、飲んでみてー。まだ飲みたいやついんのかよ。その石を大事に持っていろ、小娘の命と引き換えだ。大佐はVIPでも人気です。もう片方は完全に石っていうのは水の中に入れてるから形に変化はないってこと。うん、多分そういうことだと思う。ダンゴムシと一緒に入れたやつだけ溶けてる、変形してる。メルト中の写真、見にくいかな。硬かったのが、いきなりぐちゅぐちゅになってるの見て、腰抜けそうになった。やばいんじゃないですかね。いつ火を吹いてもおかしくないのでは。空気中で反応するとか、飲んだら確実に死ぬだろ。壁にぶつかって、人生諦めたら飲んでね。2ちゃんの知識をもってしても解明できないとはもうこれは普通の常識では通用しないな。一応、腹をくくって飲んでみろ。2ちゃんの知識より普通の常識の方が役に立ちそうです。最初ならまだしも、今は飲めねえ。変形してるやつとかなんかまがまがしいもん。水の中じゃないと煙が出たり形が変わったりぐにゃぐにゃになったりするってことは元から水の中に存在してたってことだよな。となると考えられるのは人工物か未知の生物かおじさんが魔術で作った不思議物質かだな。すまん、もう寝るわ。明日、連れ残ってたらまた一緒に考えてくれ。だいぶ近づいたような気がするし、今日、この石について考えてくれた全いた住人に感謝。まさかの3日目突入です。この連れのゴールってどこなんでしょう。おはよう、煙とか怖いから窓全開で寝たら風邪ひいた、で、今日も薬品なりを家計からちょろまかす、じゃなくて借りてくるけどアドくれたら嬉しい、特に科学いたから来てた人、いたら必要な薬品とか。朝から元気な住人たちですね。まだあった？石じゃないらしいことしかわかってないってすごいな、こんなに人がいるのに、どっかタダで解析してくれるとこないんかね、金かかるなら少しぐらい出してもいい、VIPに判断不在次第の理系関係者はいないのか。解析しない限りもうわからなさそうですね。溶液で溶けるか実験したが溶けることはなかったことを報告する1。金属製で間違いなさそうだな。有機溶媒に溶けなかったってところから有機化合物も一応除外か。化学板の人まだいたんですね。とりあえず金槌かなんかで叩いてみれば、砕けず伸びたら金属、製の化合物、って間違いないと思う。今、やってきた、でっかいやつは避けて、破片のうちでかいので実験。ビフォー。アフター。見事に潰れた、金属か、ちょっとパソの前から離れる。煙出てないよ。人骨に見えた。飲み込めって言われたんだろ。なら胃酸くらいの強い酸につけないとダメじゃね。胃酸はただの 10% 塩酸だもの。塩酸には酸化力がないので溶けません。金属セレンだったら、まあ間違いなくいい影響はないだろうけどね。硫酸に入れてみたらどう？ただの硫酸では 99% のものでも酸化力はない。濃硫酸を加熱して熱濃硫酸にするか、硫酸が跳ねたりすることがあるのでおすすめできない。硝酸を使えばよい。化学板の人強いな。ニートばっかりのビッパーとは違いますね。そうなのか、じゃあ飲み込んでも変化ないんじゃね。いやもしかして人工の液体じゃ反応しないのかも。長文での解説ありがとうございます。興味ある方は一時停止で読んでね。まだ残ってたし、1もいるし、科学の人もいるとか、ほらなんだかワクワクしてきたぞ。今日こそいろいろと解明できるといいな。うん、そうだな。いい加減近くの大学で事情説明して調べてもらえ、じゃないとグダグダ続くぞ。よし、今から判断行ってくる、暇だし、アディオス。唐突に大学に嫁る1。行動力すごいね。今から行くのか、1すげえ、今日中に正解出るといいな。先回りして1を連れてこい、今すぐにだ。1が逃げたら、始末しろ、的な展開と聞いて。持ち主のことはいい、石だけは何としても手に入れろ。そして1絶体絶命のピンチに石が突然輝き始めた。楽しそうだね、この人たち。豊中キャンパスにはないのか、学生か。っていうか、この時間に人いるはずないよな。悔しいから、守衛さんに石見てもらった、賢者の石じゃね。って言われた、笑いながらも、ちょっぴりムカついた、今から家に帰る、守衛さん、運搬戦時もいいとこだな、帰るまでが遠足だからな、十分背後に気をつけるんだぞ。
これは先ほどの科学いた住人の長文ですが、その最後につけていた水をリトマス紙で調べてほしいと書いてありました。さっき探したら、中学の自由研究で使ってたリトマス紙あったぞ。赤だけどな。そして、これが結果、右がつけたやつ、左が何もしてないやつ。青色、アルカリ、だと。まさかのアルカリだと。つまり、どういうことだってばよ。これは大ヒントじゃね。来た、新店来た、つうかいちいち写真の撮り方がかっこいいな。アルカリか、ただの水道水みたいだぬ。君たち分かったふりして実はよく分かってないよね。アルカリ金属かアルカリ土類金属の化合物かな。それなら金属イオンで塩基性になったと考えられるのでは。水につけてたからアルカリ、アルカリ土類金属はありえない。合金にしても反応するしな。そういえばそうだったっけね。Mg はアルカリ系じゃなくて反応しないんだっけか。何かの金属化合物なのかな。塩基性か。とりあえず590で言ったように電気通すかわからないか。すまん、忘れてた。今から材料探してくるぜ。通電実験もやるようです。と思いきやここで大変なことが起きます。爆発した。詳細は後で詳しく言う。とうとう石が目覚めてしまったのでしょうか。住人たちがはしゃぎ始めます。煙やバス、今から家族会議だ、すぐ買い待ってて。家族で石囲むんでしょうか。この事態にテンションがマックスになる住人。爆発、だと、PC の前で土下座する、申し訳ない。この人が先般です、許せません。気にすんな、そんなことよりあれが電気で爆発したとなると、正体にどんな可能性が見えてくるの。爆発したことをそんなこと扱いする人でなし。バス前に帰ってきました。家族会議っていうか母に呼ばれてた。とりあえず、煙の換気が終わってから報告すれ。15分ぐらい待って。なんかいろいろ大丈夫そうじゃない。明らかに大丈夫じゃない。焦りようが半端ない。とりあえず落ち着け。なんという乱れた書き子、あの冷静な位置が爆発して変な煙吸ったんだろうな。変な石の効果が発動されちまったか。元からちょっとおかしかった気がする。母さんには花火してたって言い訳しといた。先に断っておくが、電気で爆発したのではない。380は悪くない。私も380は悪くないと思ってました。電気流したからじゃないのか。じゃあ一体なんで。花火してた、とか、病院入れられるぞ。我が子が、部屋で花火してた、なんて言ったら、精神科連れていくわ。まず、電球を探しに行ったんだ。家の中を。でも、普通の家には豆電球なんてない。代わりに、彫刻刀を見つけたんだ。それであの溶けてたやつの断面図を見てみたいと思って切ってた。これがその時の写真。この時、やめていればこんなことには。圧力で爆発したってわけか。なんだこれやばいだろ。衝撃で爆発するのってニトログリセリン、それの固形物、爆弾岩が現れた。で切り切ったんだ。意外と柔らかかった。半分くらいまで刃を入れたらパカッと、断面図がこれで見れると思ったんだが、なんか、中身はぐじゅぐじゅ、そして、中から液体が出てきたんだ。焦った俺は慌てて写真撮った。固体が液体になるって剥がれんの賢者の石っぽいですね。さらにどんどん出てくる、溢れる液体、夢中でシャッターを切った。しかも、プルプル震えながら、出てくるんだよね。この時ほど動画を撮っておきたいと思ったことはない。ここ、自分家の自室、テーブル上な、さらに増える液体、この時、煙は出てなかった。中に液体入ってたのか、ますますやばいじゃないっすか。液体を閉じ込めたカプセル状だったのか、で中に入ってたのが爆薬みたいな感じか。よし、飲んでみろ。鬼畜がいますね。これ飲んだら腹の中で爆発してたんじゃね。なんだこれ、もう固体でもないじゃん。って思って4枚目取ろうとした時。と、誰かが近くで指バッチンをしたみたいな音がして、爆発した。こいつが爆発したのか、確か、片割れもう一個あったよな。うん、もう一個石のやつがあるぜ、怖くて出せないが。爆発後の写真はないのかい？ある、飛び散ったから直径10センチくらい、燃えた。焦げた後ですかねこれ。爆発ってどの程度なの？範囲や損害、近距離だった一地震に被害は。とりあえず、足にやけど、顔は写真撮ってて話してたから、けど、でも飛んできた破片でやけどやばいを嫁に行けない。これもう完全に釣りじゃないですね。ここで一気に流れが加速し、2スレ目に突入します。足は大丈夫だけど、部屋が燃えた。一見して足も大丈夫じゃないけど部屋そんなにひどいのか。今気づいたが1の ID がゴムだ。なんという奇跡でしょう。今更だが ID ゴムはロタ。とにかく1ははよ病院行け。うん、明日、病院行ってくる、理由度ないしよ。というかこの流れ本当、釣りじゃないよね。マジやけどだよね。信じられない。病院は早めに行った方が良いと思うがな。すぐ病院行った方がいいだろ。毒とかだったらやばいしで帰ってきたら飲んでみろ。さすがに心配をしだす住人たち。足は流水でガンガン冷やしたから大丈夫。そんなに痛くない。病院もとこじゃいけんしな。こっからじゃ、他の部屋の被害、もっとひどいところもある。借家なのに。借家かよなんてこった。ちょ、ただれてる。小屋液体爆弾って言えるレベルだろ。前すれからざっと読んできた。高分子系の化合物の線はないのか。有機溶媒に溶けなくても不思議じゃない。変形もするし、重合して被膜ができる。煙は、触媒金属でも探知してあると妄想。高分子化学は俺の専門じゃないからわからんな。金属光沢の被膜ができる高分子なんてあるのか。
みんな心配してくれてありがとう。記憶が新鮮なうちに爆発の時の様子書いて終わる。赤っぽく光った後に、多分あの液体がそこら中に飛散したんだと思う。で、その液体自体が燃えてた。だから、気づいた後足が燃えてた時、超焦った。周り火がそこら中から出てたし、燃え移らなかっただけ幸運か。粘性は机のやつを見たらわかると思うけどかなりあるっぽいな。切って溢れてきた時は、サラサラしてそうだったんだがな。すれ立ててすぐすまんが、明日に備えて寝る。朝一番に忠告通り病院行く。じゃあ明日。4日目突入ですね。おはよう、一応病院に行ってきた。心配してくれてた人もいるみたいだから報告しとく。ありがとう、携帯からすまんが、そのまま投稿するからパソに寄れないんだ。医者には火傷用に軟膏もらった。何がかかったかわからんとどうしようもないってそやそうだ。まあ、角が生える予兆はないから、大丈夫じゃね。朝一で報告する1。この時点でまさかの690までスレが伸びています。寝る前の1の書き込みが187だから夜中住人たちがワイワイやっていたんでしょうね。ま、全カットだけどね。1が学校に行ってる間住人たちは書き込んでいきます。この人たちって本当に働いてないんでしょうかね。まさか仕事中に書いてるものはおらんよな。こんなアホなことを仕事中に書いてるのが同僚にバレたら明日から会社に行けませんね。科学板の人も楽しんでいるようで何よりです。ただいま、学校の実験で遅くなったんだ。すまん、まず、報告したい。電気は通さなかった。学校に持って行って、先生に頼んだ。もちろん爆発のことは伏せてだが、もしかして、水に濡れてたからかな？乾くまで待てばよかったんだが、学校でテロとかごめんだからな。炎色反応は後でするつもりなんだが、うちにガスバーナーなんてない。キッチンのコンロを使いに、スネークしてくるよ。母さんに見つかったらアウトだが。学校で爆発してれば伝説になれたのにね。来た、電気通さなかった。どういうことだろう、半金属かな。炎色反応は出るかわからんが、とりあえずやってみてくれ。爆発しないように端っこ使うんだぞ。こんなにワクテカしたのは久しぶりだ。この時、まさかあんなことになるなんて、俺たちは考えもしなかったんだ。スレが立った時に爆発するとは思ってなかったしね。すまん、そんなみんなが期待するもんじゃないんだ。まず、今残ってるやつ、ぐちゅぐちゅのやつが爆発したから残ってるのは石みたいなやつ。もう一個の方は石っぽいな。同じ物質なのか、同じなのかこれ。もう一方の方のはかなり金属っぽかったけどこれはまんま石だな。怪我もして踏ん切りついた。絶対正体を突き止めたい。家計に事情を話して、有機溶媒を10元セット16種類を分けてもらった。さっきまで、それらを試してたんだが、一つ溶けるやつを見つけた。これは大ヒントになるんじゃないだろうか。上から順に溶けていく様子。試験管とかも借りてきたからしてほしい実験とかあれば、あと、もう家の中で実験、写真を撮れなくなったから、夜になったら見にくくなるかも、今からスネークしてくる。なんで溶けたの？肝心な何かってこと忘れてた。トリクロロメタンだ。クロロホルムに溶けるとか金属じゃないな、爆発物入りの金属とクロロホルムに溶けるような石、が一緒になってたのか。知識人たちが議論を始めますが何を言ってるのかよくわかりません。そしてこのまま3スレ目に突入するのでした。クロロホルムに溶けた、アクリルかね。やっぱり有機系の殻を被っていたってことでしょうかね。スネークしてくる、なんて言って1は誰を追ってたの。ミッション内容は何なんだ。キッチンのコンロを使いにスネークするって言ってたよな。今頃、爆発。住人が心配する中1はとんでもないものを持ってくるのでした。とりあえずこれを見てくれ。すまん、半分、釣りだ。ごめんねー。そうこれはすべて彼の釣りでした。半分ってなんだ、なんだってー。メタンハイドレート、おっさんのエピは、年代を抜いて全部嘘だ。おっさん嘘かよ。俺が中学1年生の時、まあいわゆる中二病ってやつにかかってたんだ。で、まあ、黒魔術に、ハマってたんだな。黙々といろんなものを集めてたんだ。硫黄とか磷とか化学のヤバそうなやつを、最強の毒を作る。これが当時の俺の目標。ある日、好きな人に告白して玉砕。これで俺の中二病時代は終わった。残ったのは、おびただしい薬の量。凝り性だったからいろんなもん持ってたんだよな。それらを全部混ぜて加熱してできたのがあれ。例のやつ、それを何の気なしに水の中に入れて、テーブルの中にしまってたんだが、それを再発見したのが5年後、マジ記憶を起こすのに時間かかった。しかも、出したら煙が出るじゃない。早速連れを立てなきゃ。ってことだ、大体は、つまり、おっさんは嘘、でも石は本当だぜ。質問どうぞ。すまん、書き方が悪かった。12秒で薬を集めてたんだが、それが冷めていらんもの、集めていた物質、がいっぱい余ったんだ。それを一気に処分しようとしてできた副産物ってやつさ。ちなみに何混ぜて作ったのかは俺にも謎。適当に混ぜたらできたのかすげえな。何か、じゃあ受験に受かりたいからって飲もうとしてたのも嘘なのか。メタンハイドレート、かっこ笑い。ちなみにおっさんの話以外は本当、爆発もな。
爆発が本当、だと。有機化合物を称賛エステル化しちゃったのかもな。1は天才だわ。おっさんはもうこの際どうでもいいが、むしろ自分でこんな物質を作ってしまったことの方が怖い。何種類くらいの薬品を混ぜたんだ。5年前なのは本当なんじゃ、あんまり記憶がない。というか、あの瓶を見つけるまで、すっかり忘れてたからな。でも確実に10種以上。その薬品やら何やらを集めて加熱した時の様子を詳しく、どんな器具で加熱したとか、煙や火が出なかったかとか。ガスバーナーも当時持ってたんだが、俺が持ってる中でガスバーナーで溶ける物質を全てチョイス。それを太い試験管に入れて、全部混ざったのを、冷やすために水の中に入れたんだと思う。結局部屋は焼けなかった。焼けたのは GS だけ。いや、本当にみんなに見せた画像以外にも、焼けた、家族会議も、犯罪も本当、おっさん以外は全部本当だ。この釣り宣言も、こんな爆発物はやばいって思ったからだ。やけども全部書いたことは本当、顔包帯だらけです。もちろんの向きなんて最初からなかったよな。それにしてもすごい才能だよな。まるで錬金術師だ。もちろん、煙出してる石尾の無理向きはねえよ。薬品とかどこで手に入れるんだよ。薬局にハンコ持って行ったら、結構普通にいろんなもの買えるもんだぜ。12までのお年玉、全部使ったからな、釣り台に。で、消炎反応は、釣りは分かったが実験続けるんじゃないのか。実験続けると、もともとこの正体が知りたくて連れ立てたんだ。連れがたった最初、石は二つに割れていたけど最初に割った時に異変はなかったのか。いや、最初に割れたのは多分水中でだと思う。俺が最初に見つけた時はもう割れてたぞ。外側が石みたいになってたし、内側でゆっくり反応が進行してたっていうのもあり得る。いろいろ加熱して一気に水の中に入れたっていうから十分な酸素と反応する暇なかったはずだしな。爆発物って水の中に入れてたら結構安全なもんだよ。衝撃とか与えなければ。正直、爆発した時のレスの誤字なんかがわざとらしいなと思ってたが、あれはマジで焦ってたのか。そこは疑って悪かったわ。爆発、火事はほんと予定外っす。リビングとかすごいけど、母ちゃんが怖いから完全な。ちょっと待て、リビングとかってどういうことだよ。爆発は一の部屋でしたんだろ。いろんな部屋に燃えてる液体が飛んだのか。部屋で発火し始めて、やばいって思った俺は洗面所に向かったんだ。その時リビングを通る必要があってかなりの石が飛び散ってたからな。燃えながら走る俺を妹さんは、またか、って一周してたがな。またか、ってなんだ、お前燃えながら走る前科持ちなのかよ、イエフ。前にジエチルエーテルで庭燃やして、消防車呼んだことあるぞ。ジエチルエーテル、あれ冷蔵庫入れとかないと爆発したりするぞ。頑張って思い出してみると、イオン、アカリン、リチウム、カリウム入れたような気がする。アルカリ金属入れたのか、アカリンってお前よく爆発しなかったな。でも一体は本当に何だったんだろうな。よし、釣り宣言もしてきたし、近くの公園で最後の石に彫刻刀を差し込ようかな。でっかい花火打ち上げろ。おい、石は本物だろうが、片方は科学の人に送ってやれよー。そうか、これ最後のやつなのか。そう思うとなんかもったいないよな。いろいろ使い道とかありそうだしな。どうする、俺は釣り宣言もしたし、自分自身はどっちでもいいんだが、このままグダグダまったりと実験とかした方がいいのか、それとも今からパンしてきた方がいいのか、どっちだ。お前らマジレスするとちゃんとした俯瞰で調べるべき。俺、爆破動画が見て、歴史的新発見かもしれないんだろ。爆破させて歴史から抹消しろよ。了解、爆破してくるぜ。ダメだ、深夜のテンションだ。楽しくなったった。爆破するのか。俺も昔こういうのよくやったな。怪我するなよ。そして30分後。いやー、ただいま、直接受けたの初めてだよ。うつするからちょっと止まってて、受けるに決まってんだろ。まず、直接の罠をすり抜けて公園に到着、で、恐る恐る瓶から霊の物を出してまず1枚。やはり、このままでは発火せんのか、では彫刻刀の出番か、ザクッと、切ると飛び散るかけら、そして液体が出だす。この時点で写真のことすっかり忘れてる俺。そして発火。パニクってる、5つぐらいかけらが飛んだんだが、そのうち1つが発火、少し冷静になる。これが家の中で飛び散ったのか。そうさ、しかももっと強力だったぞ。状態変化しなくても彫刻刀を刺せば爆発するのかよ。周りが燃えて焦りピンボケ。この時点でさっき逃げた警察に追いつかれる。さっき燃えてたの何かだって、警察官さん、俺が聞きたいよ。最後に、これで、変な石、は消えました。まあ実際は破片が水の中にたくさん残ってるが、これらは俺が大学に行ったら使いにかけてみようと思う。マジで、ほんと、この4日間楽しかった。また、釣りすれ立てると思うが、元気よく釣られてやってくれ。完全の錬金術師でしたっと。おつ、俺も楽しかったわ。すっきりした。受験頑張れよ。もう会えないと思うと寂しいぜ。俺も一生忘れないと思うわ。いろんな意味で、お前らありがとう。科学板に質問してくれた人がいなかったらこんな祭りに参加できなかったな。根気で涙出てきた。それじゃあな、寒天の錬金術師、長生きしろよ。そして科学の人よ、このスレのこと忘れるなよ。あばよ、お疲れ様、ノーベル賞取れよ。あの時の俺たちなら国は愚か世界を敵に回しても勝てる勢いだった。ノーベル賞がマジで楽しみだ。こうして4日間の祭りは終わりました。ただの釣りスレが彼らの心に何を残したのでしょうか。それはわかりません。しかしこの4日間は彼らの心にきっと残り続けるでしょう。ゆっくりの、怖い話。もうすぐ逮捕されます、多分。2007年、VIP、自分が逮捕されることを予言する人が現れました。
もうすぐ逮捕されます。多分、いろいろあって、昨日からホームレス、タバコを煮込んだ水溶液を自殺用最終兵器に持ってて、全財産で最後の贅沢だとばかりにインターネットカフェに入り、時間ギリギリに水溶液を一気飲みしたものの見事に嘔吐して死にきれず、結局、全財産はたいてそこはきっちり清算し、第二最終兵器の首吊り用のロープを持ち、いろいろと歩き回った挙句に、もともと体が弱く大汗かきで、もうこの時期に長時間外を歩くのは辛い。現在、2軒目のインターネットカフェ、バリバリ無線飲食中。ここで首を吊ろうと覚悟して時間を経過させたものの、結局、首をロープにかけて締め、意識がなくなりかけたところで怖くなって放棄。私には、自殺できる勇気も解消もないみたいだわ。時間いっぱいの一旦生産まであと10分、素直に無線飲食を白状して、お縄になります。一に全部詰め込みましたね。話が早いです。要はこれから逮捕されるからそれ実況するわ、ってことかな。住人たちもどう反応したらいいのか困っていますね。あと数分しかないから全レス無理だけど、残念ながらネタじゃない、テンパっていたとはいえ、お店には悪いことをした。何がしたいんでしょうねこの人。死ぬ時くらいは迷惑かけるなよ、だから通報したよ、これで自首じゃないね。中途半端が一番悪いと思うの。みんな辛辣ではろた。まあ同情できる部分がないけどもね。どこにいるんだ？大阪。そうか、って、お縄につくのはいいとして、これからどうやって生きていくんだ？わかんない、今はとりあえず無線飲食を白状するのに全勇気を発動中で、何も考えられない。いろいろあって、この部分を話してみろよ。社会人で3年、どこにも馴染めず精神的に参って、それ以降人生から逃げ続けてきたクズでございます。実家帰れ。実家無理、遠すぎるし、家族とはもう縁切って長い、今家族に会ったら、多分昔を思い出してくる。かなり悲惨な人生のようだね。残り1分切りました。結果がわからんちん、残念ながらお時間です。逮捕のお時間だそうです。このスレはもうおしまいですね。この時間なのに勢いありすぎ。みんな1のことバカにしてるけど、この時間に起きてるやつも大概ニートだと思うんですけどね。心を許せる相手とかいないのか。ネットの世界のみ、手の届く範囲には、残念ながらいない。よえな、もっと辛いやつなんか5万といるだろボケ。すまん、本当にすまん、泣けてきた。そうだよな、もっと苦しんでる人いっぱいいるのにな。追い込みすぎだろ、さすがビップ。そしてここまでに。節穴して、そしたらどこのネカフェかわかるから、節穴したい、節穴したら信じてやんよ。いいからとっと節穴しろよ。節穴というのは、どこから接続しているかを晒す機能ですね。こんな感じで節穴しろと言い続けます。わかった、どうせクズだ、特定でも何でも。やけになったのか節穴しました。名前欄のところですね。解析できるやつはおらんの。タイムス、株式会社、メディアカフェポパイ重装店。どなたかが解析して店名も割れたようです。ギガントリアルな店名出た。マジ、これは来たかもわからんね。重装とか微妙すぐる。重装とか、チャリで5分、俺大阪市内だわ。重装まで30分ほどかかるが。近いやつ結構いますね。言ったらいいのか、位置はどうしたいの。正直わからん、助けてもらえるならありがたいと思うが、金がないことに変わりはないから、また同じことを繰り返すかもしれん。そうなったらもう救えようがない。この人何目的でスレ立てたんだろう。てか、時間来ても延長になるだけじゃね。12時間で必ず一旦清算なんだ。言ってもいいけど釣りだったら嫌だな。さあ面白くなってまいりました。誰か一定位置を警察か役所にぶち込んでこい。ほっといても捕まるのにひでえな。騙されるな、言ったらチンピラにカツアゲされてフルボッコの刑だ。そんな悪質な釣りあんのかね。伝説になるぞ。怖いこと言うなよ、行こうかと思ってんのに、一応俺女なんだぜ。うは。この人女だったんですか。女ってだけで反応する童貞ビッパーたち、そんなんだからモテねえんだよ。助けてくれる、と言ってくれている人、本当にありがとう、涙出てきた、友達いねえからわかんなかったけど、捨てたもんじゃないんだね、けど、俺が言うのもなんだが、よく考慮して行動してくれな、俺は本当にグダグダにしか生きてこれなかった人だから、金立て替えてもいいと思ったら、いいと思ったら、なんなんですかね、ほんとグダグダ。最後の一行って、まさかおごってもらう気満々うめえ、すまん、そんな気じゃなかったんだ、ただ、言葉が出てこなかった、まだテンパってます。1、いつまでうだうだしてんだ、決めんだよ、ろくでなしが。わからんでもないが抑えようか、1が泣いてしまいそうだ。本当にすまない、めっちゃ弱気なんだよ、流れ本当に早いな。もう時間だが大丈夫なのか、まだ天然来ないね、これだけの奴らがお前を気にかけてくれてんだ、とりあえず行きたい、助けてと言え。ほとんどは楽しめればいい、くらいだと思うよ。わかった、俺は行きたい、みんなで俺を更生させてくれ、ごめん、資金のレスにしかレスできない、マジでごめん。いや更生まで面倒見るとは誰も言ってねえよ。本当に困ってるんなら行く、おごってもらおうと思ってるだけなら行かない。行くだけ一定位置が逮捕されるところを実況してほしいところです。もし、そこが、阪急重装の改札出て、自転車をたくさん飛び越えたらすぐの店だったら、俺そこで10時間くらいの金払わず帰ったことあるよ。一応3日後返しに行ったけど。本当だったらすげえ。
いくらくらいかかるかな。12時間つったらいくらだ。2000円くらいか。5000円くらいじゃね。VIP にすれ立てたの初めてだから、この勢いでどうレス返せばいいかわかんねえ。本当にすまん。1は流れについていけないようです。本当に助かりたいなら、信憑性を増す情報をどんどん出せ。このままじゃ釣り扱いで結局誰も来ないぞ。どうすればいい？ブース番号公開したら店にもっと迷惑がかかるかな、などと、この流れの速さで今更思っているわけだが、金払わない方が迷惑だろ、普通。わかった、ブース番号66。金額は6500円くらいだと思う。首吊るには広い方がいいかと思って、フラットに入っちまった。小学生何？小学生に失礼です。誰か店に無銭飲食がいますって電話すれば。そこまでする鬼畜はいないでしょう。今店に電話した。警察に捕まるよう後押ししてあげたからね。お礼はいいよ。いました。サンキューと言えばいいのだろうか。覚悟はできてる。電話したってのが釣りの可能性もあるけどね。電話に電話、話中だ。お前ら伝達しすぎ。うは、通話中。あ、これ複数人が電話してますね。またビッパーが世間に迷惑かけています。母体ってもっと安いだろ。深夜パックじゃなく、基本で行ったのか。寝カフェで6500円とか高いよ。フラットで12時間だからな。繋がった。もしもし、66番の人が無銭飲食って書いて掲示板に書き込みしてますよ。何度もお電話を頂戴しております。事実確認をしてから対処いたします。で、お店に迷惑かけまくりですね。とりあえず1に、死ぬな、と言わせてくれ。万が一埼玉に来たら焼肉ご馳走してやる。ありがとう、本当に染みる。VIP にも優しい人はいるんですね。埼玉ならうちにもおごって、埼玉なので焼肉おごってください。俺も埼玉だから焼肉よろしく。誰だてめえら。俺の家から近いって、マジレス希望なんだが、一応、今回は金払ってやるから人生やり直さないか。同じことするだろうけど、ちょっとでもやり直す気があるなら答えろ。やり直す気がないなら助けはせん。正直、わからんというのが本音だ。やり直したい気はいくらでもある。俺だって人間として生きたい。けど、人間が持つべき最低限の自信すらない。これまでの経験から自分に自信を持つことのできない位置。着いたから俺参上、何番だ。まさか現地に行ったとでも言いたいのかな。え、マジで言ってんのかこれ。突然出てきたこの人は誰なんでしょう。この人はこれまで410の書き込みしかしてないので、みんなノーマークだったようです。これから突撃何番だ、俺はマジで来た、66だお。助けが来たところで次スレに進みます。入れない、クソ、前スレで電話とか余計なことすんなお前ら。伝突が多すぎて入れてもらえないようです。入れないとはどういうこと？シャットアウトされた、ちなみにメガネのちょいピザが出てきた。というか店そのものが違うんじゃないの。ここじゃないのか、松屋と吉野屋が目の前。それじゃなくて駅の反対側、ミスドの隣、UFJ が入り口にある商店街に入ると駅が見える。線路の下をくぐり抜けるとケンタとミスドがある。その近くだ。なんか別のとこに行ってるっぽいです。しかしここで予想だにしない書き込みがありました。マジ電話受けた店員やけどさ、代わりに誰か払ってくれよ。1の ID で店員が書き込みをしました。おや、あら見たことある ID。これは、てめえ、態度悪いぞ。店員降臨。店員降臨に湧く住人たち。あと態度悪いのは大阪だし仕方ない。以上店員の釣りでした。釣りとかじゃないけど、お客が VIP で買えたって言ったから、スレ確認しただけかな。今も事務所にいてもらってるけど、どうしたらいいかよくわかんね。店員さんも困っているようです。金払ってくれる VIP はいるんだから、それで解放すればよくね。仕事中に2ちゃんやってんじゃねえよハゲ。なんで金払いに来たやつ追い返すんだよ。現場に本当に行ってる人いるんですかね。まあ、とりあえず警察に話すよ。お騒がせしました。待て、金払ってくれるっていうやつがいるんだろ。待って。必死に止める住人たち。1が捕まってしまうとスレが終わってしまいつまらないからね。まさか俺はまた場所間違えてんのか。あんたどこにいるんだよ。マジで払ってくれるなら待っとくけど、電話してきた人も一人だけだったぜ。電話したとか言ってた奴らは嘘ついていたらしいです。コミュ障ばっかりのビッパーが伝突とかおかしいもんね。待っとけ今向かってる奴がいる。支払ってもらったことに越したことないもんな。待ってみたら、おい、現地組、早く金を払いに行け。誰か気づくれわからん。もうどうにもならんね。とりあえずマジで払ってくれるんか。7250円やぞ。とりあえず店の名前合ってんのか。おう、ポパイ重装店ですね。場所が確定しました。俺以外人影なし、パトカーなし。どこで何してんだろうねこの人。お前ら全部マジだわ。今店員と話してる。代金は7000円。しまった金ないら。金がないって？何しに来たんだこのポンコツ。ちなみに3スレ目に入りました。なんという役立たず、なんで金持ってないんだよ。何しに行ったんだよ。店員さんはマジらしく今事務所で話してるらしい。どうすべ？昨日の夜からいたらしい。しかし7000円は想定外金足りない。あと流れ早い。寒いし一人だし寂しいら、大体なんで7000円なんだよ。あとなんで俺だけなんら。もう1は捕まるしかないですね。と思っていたところ。トナカイ先生急げ、頼れるのはもうお前だけだ。トナカイ先生が救出に行ってくれるはず。トナカイ先生が今行く。トナカイ行くから待ってれ。サンタはいないがトナカイは行く。トナカイというのは、実はここまでに。俺、
トナカイだけど重装まで1時間半くらいかかるわ。最初のスレから実はいました。まさか1時間半かけてくるとは思いませんでしたね。風なのに、じゃあねちょっくら重装まで行ってくるわ。手持ち4000円くらいしかないけど生産額いくらよ。あ、この人も金足りないぞ。行ってきます。40キロの旅行ってきます。ちょっと、三宅から阪神乗ったのに、どうしよう。あと30分くらいで着くわ。え、釣りなの、真剣にあと15分で着くよ。まるでメリーさんのように徐々に近づいてきていました。着いた。そして3スレ目にて到着です。最初のレスから1時間20分かけてきました。何が彼を動かしたのだろうか。今から行く。さらにもう一人。今電車乗った。そのだから神崎川、次重装、着きました。3スレ目で突如現れ20分で来た人もいます。特に名乗っていないので ID の頭文字から、J とでも呼びましょうか。ようやく役者が揃いましたね。こいつ、何そば飯にピラフ食ってやがる。スイタが1の無銭飲食をばらします。店員さん。レシート。俺。証拠画像もあげました。これは、マジだ。そば飯ピラフはロタ。どこ行けばいい？トナカイ先生もこのタイミングで到着のようです。画像はリンク切れです。寂しさらよ、金ないらよ、まだ。言語能力に支障をきたしたようですね。ついたトナカイ感動をありがたう。トナカイ微妙についてねえ。トナカイ先生も金ないんだよな。わってか、学校行けねえよ。学生がこの時間まで起きて2チャンネルか、やばいな。ふわふわトナカイたちがやってくる。全体的に徹夜明けでテンション高めですね。着きました。トナカイが地味に迷っていると J が到着しました。画像はリンク切れです。今横にいい男が携帯持ってる、目が合った。うほ。スイタと J が出会ったらしいです。互いにテンションがおかしいけどね。2万くらいあります。とりあえず入り口にいますので、証明できるのがあれば何かしましょうか。金持ち現る。俺2000円しかないよ。お前本当に何しに来たんだよ。今から大音量で持ってけセーラー服流す。ちょ、いい男がセーラー服流して逃走した。分しますので少々お待ちを。マジわからん。今ファミマの前。トナカイは未だに迷っていた。そして4スレ目に入ります。もうすぐ逮捕されます、トナカイが。なぜかスレタイでトナカイが逮捕されることになってます。スレタイはロタ、スレタイ、お前ら1のことどうでもよくなってるな。そういえばさっきから1のこと見ないね。じゃあ俺がパミマいるわ。スイタがトナカイをパミマに迎えに行くそうです。今区役所の前です。反対車線に4パカタイで止まってる。スイタとスレ違い来たこれ。合流しました、区役所行く。1そっちのけで男3人が合流するそうです。ホモのオフ会かな。全員元気か。仕事時間終わって H さんと話したりしてるよ。3スレ目には一切レスがなかったので久しぶりのレスです。先生今横にいます。どうやら合流できたようです。これはワクテか。合流来たー。俺と先生ガソリンとかであんま金出せない。何回も言うけど何しに来たんだろうね。H の様子はどうなのさ。自殺とか言ってた人なんだが。自殺は思いとどまってくれたかな。ビッパーの温かさに触れたんじゃないか。そんなにあったかい部分あったかな。ヤジ馬が3人来ただけな気がします。このまま1忘れて集まったやつでオフすればいいんでね。そうなりかけてるよね。今から助けます。今から支払い行くわ。ようやく当初の目的達成か。これなんてドラクエ2。うわー、ついに終わるのか。すごく盛り上がっているんですが、旗から見るとテンションについていけませんね。先生充電切れた。トナカイ頼りねえ。とことん使えねえ。先生何しに行ったかわかんねえ。先生に集まるヘイト。スイタがファミマに走った。先生と待機。ファミマが発展場になりました。払った。突如何の前触れもなく支払ったと報告するスイタ。来たー。来たー。で、どうすんだ、ニコニコ分。激しく落ち、落ちすぎる。スレの中はとんでもない盛り上がりですが、ぶっちゃけ何が楽しいのかよくわかりません。とりあえず、俺の1万で払い、やつ救出、かなり礼儀正しい、がみんなであー。どうやら J のお金で払ったようです。一番経済力ありそうだもんね。結局スイタ、トナカイは何しに行ったんだ。スイタに至ってはさっき自分で払ったかのように書いてたよな。じゃあ最後送るね。記念写真かな。ウプしたのが1です。この人が1らしいです。おっさんすぎだろこれ。おっさん、もうあんたはダメだ。後ろはヒロシくん。誰だよ。ヒロシって誰？ヒロシくん細いよ。1がおっさん扱いされてるがきっと老けてるだけで若いのでしょうね。1は30代、スイタは電池切れ、なんか俺がいい立場。え、1マジでおっさんだったのか。取ったのは俺、金持ち。じゃあ後ろにいたのがトナカイだったのか。一はタウンワーク所持、先生、スイタ帰る、一と俺が、体で払わされたんですね。そして最後に。一は職探しに梅田へ、途中まで行って俺は帰ります。それとこの画像を上げていきました。
あなたが見ているということはもうこのスレは終わったようです。最後に俺のケツウプしました。結末というやつです。でも釣りじゃなく実際にこの服装見たやついるんじゃないかと思ってウプしました。俺だけ映ってないしね。暗算型だしな。じゃ、1、頑張ってね。今度は会う時は1が胸張って俺たちに飯食わしてね。最後に俺16歳です。1惨めですね。でもねあれだよ。だから頑張ってください。お前、学生だったんか。スイタとトナカイは子供に金出させて言ったのかよ。ちなみにこの画像はスレが終わった後にさっきの1の画像が上がったところに上げられたっぽいです。こんな感じでこのスレは終わっていきました。いかがでしたか？人生がうまくいかずに自殺を図るも死にきれず、やけになり金を持たずにネカフェに泊まった30代の男、挙句の果てには16歳の子供に助けてもらうというありさま。これもある意味怖い話ですかね。これを見て自分も将来こうなるかもしれないと思った方はもうちょっと頑張りましょう。現在進行形でこうなりかけている人は、もう手遅れです。諦めましょう。これを見た感想をぜひお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。ゆっくりの、怖ーい話。変な手紙が届いたのでアドバイスをしてほしい。2チャンネル、オカルト板、怪しげな人たちが集まるこの板に、相談する者が現れた。身の回りで変なことが起こったら実況するスレ、さん、いろんな人の怪奇体験実況待ってます。かなり古いスレです。このスレに相談者が現れました。変な手紙が届きアドバイスをいただきたいのですが、ここに書き込んでもいいですか？アドバイスが欲しいという人が現れた。どんとこい、ここはやめた方がいい、どんとこい。どっちだよ。ではお願いします。打ち込み遅いので、ちょっと時間ください。手紙の内容を書き込んでくれるようです。背景、〇〇様、初秋の候、お変わりなくお過ごしのことと存じます。略、この度は私どもの主催するゲームにご参加いただけることになりまして会員ともども大変喜んでおります。ここ2年応募される方がおらず大変退屈しておりました。略、ゲームの内容は至って簡単。10月23日午前0時まで、〇〇様がご無事であればウィナーとして、賞金300万をお支払いさせていただきます。それ以外の場合はバッドエンドといたします。略、ルールは極めて簡単。海外逃亡以外は何をしても構いません。逃げ回るのも、抵抗するのも、しかるべき機関に相談されるのも構いません。途中危険、解約は不可、とにかく何卒10月24日までご無事にお過ごしください。略、資金として20万円振り込ませていただきました。少額ではございますがご活用ください。略、ご検討お祈り申し上げます。警部、こんな感じです。見た時は笑っていたのですが、20万円振り込まれてしまいました。私も参加したいです。たかだか300万のために参加したいですかね。手紙を持って警察に行ってみるのはどうでしょうか。電話で相談しました。いたずらでしょう。何かあったらまたね、みたいな感じでした。おう、楽しそうな話だな615。ちなみに消印はどこだ。切手は貼ってあったのですが、消印なしでした。振込人名義は、鈴木、M 銀行吉祥寺支店からでした。マイケル・ダグラスの、ゲーム、みたいな話だな。どんな話ですか？じゃあやっぱり手の込んだいたずら。映画ゲームあらすじ、オチまで書いてあるからこれから見る予定がある人は見ちゃダメね。リンク切れになっているので見れません。簡単なあらすじとしては、主人公がとあるゲームに参加させられて奇妙な体験をする、というものらしいです。新手の闇金かもよ、めんどくさそう。それも考えて聞いてみたのですが、通常は他のサラ金で借り入れがあり、情報が漏れて押し貸しとなるようです。絶対ではないようですが、現在借り入れは銀行から自動車ローンだけです。できればキャップつけてくれ606。これでいいですか？606がトリップをつけました。この時代のお買い手は ID すらないので、トリをつけないと誰か全くわかりません。606、よし、今から1週間頑張れ。期限まであと1週間。勘弁してください。本当に気が小さいんです。昨日からほとんど寝られずにいます。とても1週間持たないです。寝とけ、来るとしたら最終日だ。何が来るか知らんか。そしてこのタイミングで606に電話がかかってきます。あの非通知で家の固定電話鳴ってるんですけど、1分ぐらい前から出た方が良いですかね。留守電にしとけば。はい、留守電になりました。あの、ファックス流れてきてしまいました。に、何？ファックスに何か書いてあるのか。にって書いてあります。にちゃんにいるのがバレたの。気にすんな、そうと決まったわけじゃない、落ち着け。どういうことですか？留守電聞いた方がいいのかな？それからお願いなので怖い方向に話を持っていかないでください。本当に涙目になってます。ファックスだったら相手先出るだろ、ネタだな。番号出てますよ、045の発信です。ファックスの番号に電話した方がいいんですかね？とりあえず留守電聞け。そうですね、ちょっと聞いてみます。
聞きました。5秒くらい間があって男の声で、2日目、ヒャヒャヒャ、逃げないの、ブー、ブー、ブー、スピーカーの音切っといてよかった。リアルで聞いてたら泣いてました。ちなみに045発信は横浜市だと思う。606タソはどこ在住？そこです、横浜です。お買い立てなく、法律勉強相談にた行った方がいいのでは、とりあえず落ち着いてください。家族の方はいますか？お買い立て住人のくせに常識を語りやがるじゃないか。でも正しいよね。一人暮らしです。3ヶ月ほど前に越してきました。とりあえず、犯人はあなたの口座番号と電話番号を知っています。ということは、住所までわかってる可能性もあります。おそらく愉快犯だとは思いますが、20万円振り込まれてるってのが、とりあえずは単独行動は避けましょう。実家に帰っておいた方がいいです。電話番号がわかっているなら、警察は相手を割り出すことができる。ストーカー対策法のおかげで、なかなか動きやすくなっている。よかったな。住人たちは606を心配して対策などを書き込みます。もう耐えられません。今から警察行ってもちゃんと対応してくれますよね。気をつけていけよ。それなら、一人で行くな。警察署に電話をして、迎えに来てもらえ。怖いということをちゃんと伝えることが大事だ。警察に来てもらうのがベストかな。無理なら、タクシーを呼びましょう。皆さんありがとうございます。警察行こうと思ったのですが、膝が笑ってしまって、もう少し時間置いてタクシー呼んで行ってきます。できるだけ電話は携帯を使えよ。盗聴は携帯なら不可能だから、室内に盗聴器が仕掛けられてたら意味ない。家に電話して家族呼べ。家族は遠方に住んでいます。友人は一番近いのが川崎にいます。メールしてみます。ダメです。返事来ません。寝てるみたいです。電話は本当にまずいですか？電話鳴らして話さなきゃいいんじゃないか。メールに気づくだろ。なるほど。頭いいですね。起きるまでかけまくれ。ありがとうございます。やってみます。住人たちは徹夜で付き合うと言います。オカルト板にもニートはいるんですかね。ダメです。熟睡してるみたいです。もう、ファックスープしちゃえばいいんじゃね。そんでその番号に2チャンネラーたちがいたずらして、犯人が驚いてる間に脱出して警察へ。ってのはダメ。ダメだろ。下手に刺激しない方がいい。絶対にダメだと思うがな。警察を敵に回すからな。当然他の住人たちが反対します。今、タクシー呼びました。行ってきます。準備できました。必ず報告します。タクシー来たみたいなので落ちます。励ましてくれた人感謝してます。タクシーで警察に行きました。残された住人たちは、ネタだろ。ネタでもいいじゃん無事なら。報告に来るって言ってたんだし待とうぜなど書き込んでいました。そこに606が書き込みをしました。606から全部読んだよこいつバカだな早く逃げればいいのに、こんなことしてるから、まあでもここ頭いい奴もいるんだな。結構鋭いよもう少し楽しめる予定だったんだけどまあいいや、バッドエンド。先ほどまでとは全然違う口調での書き込みです。住人たちの反応としては、先ほどの書き込みで完全にネタ扱いする人が多い感じですかね。中には先ほどの書き込みは手紙の送り主が606の部屋から書いてるという住人もいます。タクシーの運転手が犯人説も上がってます。どういう理屈だろうね。お書いたの優しい人がレスってやつの312はここの606回な。でも初心者すれじゃないよな。妙なことを書く人が現れました。詳細希望。606とおぼしき人物の昨日の書き込みが貼られました。それに返答するレスが付きアドバイスをもらっています。このスレに書かれている内容と同じような相談をそこでしていて、最終的にこの板に流れ着いたようです。同じ人だね、こや。マジで大事件になってたりしてな。結局どっち、ネタ、でも必死そうだしどっち、もうネタい誰か結論お願い。住人たちも判別がつかなくなっているようですね。そして翌日、次スレにこんなものが貼られました。霊視ルームより引用。霊視を行ってくれるスレからの引用です。業界者の子が失踪しました。失踪前に2ちゃんを見ていたらしいです。前日より何かトラブルがあったらしいです。結構可愛かったので心配です。元気なんでしょうか？いつ頃会社に来ますか？606でしょうか？鑑定お願いします。漏れも気になっていた。普通の OL とかなんかな。ネタじゃなかったのか？怖い。未だに気にかける住人たち、そこに、135,130,730,940もう606のことを話すのはよせ。シャレにならない状態になってる。忘れろ。後味悪くなるだけ。親切な人、を名乗る人物が現れました。何よ、と言ってみる。お前も人の子だろ。少し考えてみなよ。何偉そうに言ってるの。142は別に悪いこと言ってないだろ。言い方が悪かったら謝る。142にも、でも俺は昨日あれリアルに見ていてバカじゃねえの。って思ってた。今日の夕方まではね。今日の夕方って、何があったんだ。ごめん、言いたくない。今で言うところの匂わせですか？叩かれますよ。お前いい加減にしろよ。言いたくないってなんだよ。じゃあなんでここ来るんだよ。早くネタ投下しろ。ごめん、ここ来たの間違ってたかもしれない。でもちょっとだけ期待してきたんだよ。人の真似して楽しいか。唐突に現れるマサト、まず自己紹介してくれよ。
どなたですか？親切な人って書いたものです。自分のしたことを考えたら親切なんて言えないから、名前に変えました。どうやら先ほどの親切な人の書き込みは最初の二つ以外は偽物だったようです。何も書かんのならわざわざコテハンつけんな。何の意味もないんですけど、つうかコテをつけるのはネタぶりの前哨戦ですか。何も書く気がないマサトにイラつく住人たち。俺が言いたかったのは、多分昨日の606はネタなんかじゃなかったってこと。ということは、実際何かあったってこと。そういうこと。だからあんまり606のこと茶化してほしくなかった。まずはお前と606の関係を明らかにしろ。知人だよ、2回会っただけの、606は俺の彼女の友人。606に起こった大変なことって、誰に聞いたの？それとも何か見たの？見てはない。ただ昨日606が川崎の友人にメールとか電話してるようなこと言っていただろ。彼女の携帯に着信数十回、メール、同じ文面、7通見せてもらった。本人が言うには携帯マナーにしていて気づかなかったって。それと彼女が夕方受けた電話ではマジで悩んでいたって。変な手紙が来て金振り込まれたって。606の最後の書き込みを張りといただす者もいました。説明できないよ。自分で書いて失踪かもしれないし、本当かもしれない。ただ、いなくなったのだけは事実だ。マサトさんはなんで606さんがここに書き込んでるのに気づいたの？まさかたまたまおかいた住人だったとか。うん、おかいたは好き。最初は知らなかったよ。今日彼女と会って飯食うまでね。マサト、イコール606、見え見えでつまらなさすぎる、ねよ。全部自作自演だという者もいます。その彼女は、今から言っていい、警察に連絡して、って文面の同じメールだけから、なんでこのスレのことがわかったんだろう。193読んでくれた。その時もしかしてと思っていて聞いてくうちに、もしかしてって思ったんだよ。193はこれのことですね。夕方の時点ではまだ2ちゃんに書き込んでないんだよね。前スレ606の時点でもう22時近くだし、夕方の電話で、変な手紙が来て怖いから、ちょっと2ちゃんに書き越しようと思うの。って彼女さんに相談したとはちょっと思えないし、193だけでは、もしかしてでこのスレに来るって話にならない気がするなり。論理的にマサトを追い詰めていく住人たち。昨日、ここのスレをいつかぶりに見る。今日、会社、飯食う、友人失踪、悩んでた、着信、メール。だいぶ無理があるけどギリギリ筋は通るのかな。マー君頑張れ、君が頑張れば、消えた彼女の行方がわかる助けになるかもしれないじゃないか。完全にバカにしてますね。なるほど、マサトさんはもともとここの住人で、たまたま覗いてみたらその彼女のものらしき書き子があったってことなのね。順序が逆なのか、納得しました。じゃあ、マジだとしたら大事件じゃん。ここの URL 持って警察行かな。つうか、警察はどう動いてるのか、子はどういう見解を持ってるのか、が激しく気になる。一応、彼女には P から電話があったって言ってた。何、話しましたか？って、真相はわからない。なんかの理由で彼女自身が失踪したかもしれないし、事件かもしれないし、わからない。P ってのはポリス、警察のことかな。というかこの人最初は忘れろ、後味悪くなるだけとか言ってますが、ベラベラとよく喋りますね。その後マー君が書き込まなくなり心配する住人。いや、心配はしてないなこれ。いますよ、でも俺が出ると荒れるから、静観してました。俺が知っていることは、多分みんなとそう変わらないと思います。ただ違うのは、606と思える女性が一人いなくなったってことです。あとは606らしい女性の容姿なんかを知っている程度です。知ってることは答えます。その後も朝5時頃にもかかわらず、住人たちとダラダラとレスをし続けていきました。そして最終的には、できればあまり警察とは関わりたくないです。特に前科あったり悪いことしてるわけではないけど、進んで警察と関わりたくないです。でも今日行くつもりです。とのことです。そして時間が進み、午前11時頃、たった今戻りました。すぐに出かけなければいけないので、夜にでもまた報告させていただきます。お疲れ様、報告待ってます。夜に帰ってきて報告し始めましたが長文なのでざっくりまとめていきます。前スレをフロッピーディスクに入れて警察に行きました。だが状況証拠だけでは本気で捜査をしてくれなさそうな雰囲気だったと。家に帰ると別の区の警察から電話があり、呼び出され話をすると警察がすでに書き込みのことを知っているようでした。あとは警察でやるから君は何もするなと言われて帰宅。その後彼女から呼び出され彼女は606の両親と会って話をしてきたそうです。そこで彼女が聞いた話が箇条書きに書き込まれました。新しい情報はほぼないですね。新しい情報はタクシーの運転手の証言、606とは違う女性が乗った、くらいですかね。彼が知っている情報はこれで全てだそうです。その後も彼は住人たちと不毛なレスを続けました。最後の方は不自然なところに質問をされて、答えられない部分がありました。果たしてこのスレはどこへ向かうのでしょうか。頑張ったのですがもう限界です。今日は寝ます。中途半端でごめんなさい。こうしてマー君は寝てしまいました。
そして次スレに進みます。こんばんは、ちょっと忙しいのでまた後で来ます。二日後また来ました。というかこの人毎回一度顔出して、今忙しいって去っていきますね。おい、マサト、忙しいからまた後で、はやめて、落ち着いてから来てくれ。こら、マサト、はよ戻ってきて詳細説明しれ。やっと終わりました。何から話せばいいですか？担当直入に行って、何か進展はあったの？何もないです。昨日も彼女ともしかしたら606が、帰ってきてるかもしれないと思って606の家に行きましたが、やっぱりいませんでした。この日は特に何もなくマー君はすぐいなくなりました。事態が動いたのはその2日後のことでした。携帯からなのでトリップついてませんが、本物です。午前中に彼女より606が見つかったと電話がありました。どうやら無事みたいです。心配していただいた方、ありがとうございました。今晩にでも改めてご報告します。606が見つかったようです。夜、家に帰ってから詳しく報告してくれました。昼間携帯より無事と書き込みましたが、正確には少し違っていました。経過と今の状態をお知らせします。606は昨夜遅くに発見、保護、され、病院に行ったそうです。現場は近隣の人でかなりの騒ぎになったようなので、発見場所や、発見当時の状態は606を特定されてしまうかもしれないので伏せさせていただきます。身体的には、かすり傷一つなく、少しやつれたくらいとのことです。ただ、瞬きをする回数が極端に少なく、ほぼできない、目の粘膜が乾いてしまっていることと、話ができなく、何事にも反応を示さないようです。ご両親が話しかけても無反応のようです。ただ、何度か、私は私であなたではない、と呟いたと聞きましたので声が出ないわけでもないようです。病院の先生も、身体的には普通の健康状態なのであとは根気よく治療することと、時間が解決してくれるのを待つしかないとおっしゃられてるそうです。以上、僕が彼女から聞いたことで、彼女も実際606に会ったわけではなく、606のご両親より聞いた話です。この先のことに、僕は首を突っ込もうとは思っていないので、これ以上のことは、わかりませんし、正直、僕も忘れたいと思っています。最後に心配していただいた方、本当にありがとうございました。アドバイスしていただいた通りにして、今は良かったと思っています。606の発見とは直接関係なくても行動を起こしたことで606に対しても少し報われる気がしています。自己満足ですけど、無事とは言えないまでも606も帰ってきたわけですから、そしてご迷惑かけた方、不快に思われた方に、本当に申し訳ありませんでした。これを最後に今後二度とと書き込みは行いませんので、お許しください。お世話になりました。さようなら。こうしてマー君は去っていきました。意外と悲惨な結果だった606にお見舞い申し上げる。こんなことあっていいのか、鎮痛だ。606さん、回復祈願、どんな目にあったのだろう、怖い。住人たちも暗い面持ちです。悲しい結末でしたが解決ということでこの話は終わりですね。と行きたいところですが、少し考察、というか解決編というか、ネタ暴きでもしていきましょうか。この話が本当のことか疑問に思った方は多いと思います。実際にこんなことが起きたかは私にはわかりません。しかし編集している中で気になる部分がありました。どこかというと、これは実際の2チャンネルをスクショしたものです。606の書き込みをご覧ください。黄色くなっているのはワード検索によるものです。ここから先も606の書き込みに注目ください。もうお気づきの方もいると思いますが、書き込みに癖がありますよね。そう、開業です。これなんてわかりやすいのですが、素だけ開業して打つとか普通はしません。かなり独特な癖だと思います。きっと会社でのメールを打つ時の癖か何かでしょう。これが何だと思うかもしれませんが。では次にこれを見てください。マー君の書き込みですが開業が不自然です。これもそうです。これもそうですね。もう何が言いたいかはおわかりですよね。こんなわかりやすい癖の人はそういません。すべて自作自演だったのでしょう。さらに言えば、866の書き込みですが別のスレからやってきた人です。よそのスレにも似たような書き込みがあったと貼ってくれた人です。これもちょっと開業が不自然ですよね。606がいなくなったタイミングで、似た開業の人が別スレから貼ってくれる。できすぎです。さらにレイシルームに606の安否を、見てくれと依頼してる書き込みも不自然です。2ちゃんでこんな開業普通はしません。他にも変に話を促そうとする書き込みに、ちょくちょく不自然開業が混じっています。つまり、釣りってことだよね？これ不思議なことにスレの中で突っ込んでいる人いませんでした。まとめるにあたって、読みやすいように自然な開業にするのですが、
明らかに606とマー君は同一人物と分かってしまいます。変な改行すんじゃねえよ、編集めんどくせえじゃねえか、とかぶつくさ言って編集してました。いかがでしたか？絶対釣りだとは言い切れませんが、ほぼほぼ釣りでしょう。正直最後の解説は入れるか迷いました。でも釣るのが下手すぎたので、バラしてしまいました。釣りが悪いとは一切思いません。釣り神様のようなレジェンドもありますからね。皆さんも釣りスレを立てるときは、ボロが出ないように完璧な釣りを心がけてください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。無銭飲食の描写があります。当チャンネルは犯罪行為を推奨するものではありません。ゆっくりの、怖ーい話。手持ちがない状態でネカフェにいる男。以前まとめたスレにネカフェで金がないという男がいましたが、また現れました。前回の人は人生がうまくいかず、死のうとしても死にきれない人でした。今回はどんな人でしょうか。ちなみにオープン2チャンネルの南 J、通称オン J での出来事です。たった今、手持ちなしでネカフェにいるんだが、どうしよう。全然困っているようには見えませんね。住人たちの反応はろくでもないものばかりです。ちな18歳なんだけど捕まったらどうなるんだろう。あ、だったらセーフ、9割を説教くらって終わる。ただ、どっちにせよ保護者が呼ばれることになるで。ちなみに地元から300キロくらい離れてる。以前の人は30歳くらいでしたが今回は若いです。すみません、体調が優れないので、救急車を呼んでもらってもいいですか。大丈夫ですか。今呼びますので、財布がなくなった。寝かせに忘れてきたと思う。体調が悪かったので覚えてない。これでいけるやろ。最悪の手段だけど、親呼ばれるじゃん。親とは疎遠っていうかほぼ絶縁してる感じなんだけど。草生やしまくってるけど思ったより深刻な状況っぽいです。犯罪はしたくない。親も呼ばれたくない。でもこの状況を切り抜けたい。か、何か尖ったもので自分の額を切って倒れる。額は大した怪我じゃなくても血がドバドバ出る。救急車で搬送される。救急車をチェックして逃走。完璧。結局犯罪じゃん。切り抜け方は参考になった。サンキューな。まあ以下蒸気の方法が成功したとして、手持ちゼロの状態でどう行動するか考えるスレ。なんか解決したらしいです。全然してないはずなんだけどね。ちな岡山県なう。移動手段ランドナーな。岡山か。なんて店や。店舗名まではちょっと。一致なんで店入ったん。寒さと疲労と眠さで気が狂いそうだったんで。これ、1月の話です。同情に値するかを見たいからここまでの過程をもう少し詳しく教えてくれメンス。仕事をクビになる、親とは絶縁状態で帰るあてがないのでとりあえず鳥取を目指す。鳥取から寝ずに岡山を目指す。金が底をつくが眠さが限界なので目についたネカフェに入る。今ここ。岡山のどこあたり、特定怖い。どこに住んどるんや。実家は京都府のどこかやで、何しかくらい言わんと助けられる人も助けられないで。倉敷市のどこか、です。というかいくら使ったんや、少額ならなんとかなるんちゃうか知らんけど、入店したのは約1時間ですが所持金あと30円くらいしかないので、腹減ってきた、なんか食べようかな、はぁ、状況わかっとんのか。支払う金もなく、空腹で辛い位置に救世主が現れました。わいが5000円貸したるで。5000円貸してくれる人がいました。この時代でも電子マネーとかあるので直接会わなくても大丈夫ですね。釣りはいらんご。バカにしてますね。子供銀行じゃあるまいし、今世紀最大級に愛のこもった子供銀行券、釣りじゃないです。お釣りと釣りをかけた高度な返しですね。座布団1枚。岡山ならいけるかもしれん。どこにおるか言って、信用させてもらっていいんですか。はよ言ってや、自由空間倉敷下城店です。通報とかはやめてください、お願いします。おっしゃー、通報や。すがすがしいクズだったぜ。想定済みですよ。別の店を教えていたのかな、この位置、できる。想定済みですよ。対抗策があるとは言っていない。そんなわけねえだろ、と思っていたのですが、実際にはさっき言った店にいるようです。なんでこんなかっこいいこと言ったんだろうね。あと容姿を教えてくれメンス。容姿は170センチくらいにメガネかけてるくらいですね。来てくださるなら外で待ち合わせにできませんか。ええよ、いくらいるんか。ワイもあんたと似たような感じや。本当に信用してもいいんですか。構わないよ、ただし金は返せよ。2チャンネルで人を信じるとろくなことになりませんよ。15P2 期イケメンやんけ。 ID からこの人は 15P2 期と呼ばれます。本当にすいません、金額はそちらにお任せします。チャリで来るから待ってなさい。リシとしてケツ穴でええよな。あん。2チャンネル特有のそっちの人だったぜ。スマホからテスト。外くっそ寒いんご。布団でぬくぬくするんご。お願いします。ちゃんと返すので。出撃。全く信用できません。言ってもええけどは金50円くらいしかないで。以前のネカフェ男の時もいましたが、
金がないのに来るやつなんなんでしょうね。言っていくらでもいいって言ってたやん。せやったらワイも言ったろ、前輪パンクしとるけど。パンクした自転車で来るとかすごいっすね。ワイはアメリカンバイクにグラサンやで。バイクってパンクしても走れるんですか。こいつはイカれてるぜ。OLD にキモ行くんか。行くの？ならワイは布団でぬくぬくしていい。行ってもええけど50円しかない言うてるやろ。ヤジ馬根性やで。徐々にカオスな状況になってきましたね。こんなのが何人もネカフェに集合するんか。オンジェイミンは自分たちを化け物と思ってるんですかね。ホラーもねえ、通報不可し。30分もかからんから一致は用意しとけ。これから家出るで。ネット上のついさっき知り合った中でもこれだけのことを現実に起こせるという稀有な例。果たして本当に来る人はいるのでしょうか。これ以降 15P2 機は、少し興奮しながら1のケツに向かっていきました。そして、それが勢いありすぎて怖い。おい、どこおる？着いたようです。こたつでぬくぬくしながら眺めてるのは楽しいんごね。これで全員布団の中なら伝説やな。1含めて全員布団の中説、ありですね。着きました。ブルーの安物チャリや。真冬の真夜中にチャリで来るとか成人君子でしょうか。今から降ります。一致の画像載せろよな。シャメ無理や、上がらん。ガチで来たやつ他おらんか。OLT2 機とか向かってるっぽいけど実際はわからん。先ほどから OLT2 機の書き込みがありません。向かっているのか向かっているふりをしてニヤニヤしているのか。あれ？どこ？一致どこですか？まさか釣り？これはまさか。一致ここまで来て消えたのかよ。一致は失踪癖あるからな、しゃあない。15P2 機マジで現地おるん。互いに布団でぬくぬくならくさ。今降りたんですけど、いました。おいマジでどこや、あん。なんだこれ、新手のライアーゲームでも始まったのか。どっちがほんまなんや、すれ違う運命か、違う店やないの。あれ、店名なんやったっけ。以前まとめた話にも別の店に行ったドジっ子がいましたね。自転車置き場に赤いママチャリっぽいランドラーありました。あるで。これは、恋愛ドラマっぽくなってきたな。会えたか、ええ話やったんか。出会う直前ということでスレの盛り上がりは最高潮です。お前どっかから見てねえよな。あれ、やっぱり1が釣り師だったのでしょうか。そのランドラーのとこにいてください。今から降りるんで。ちょい待ち、マジなんよね。駐輪場のところですよ。嘘つくなおい。やはりライアーゲームか、これ。一致全然降りなくてくさ。確かにこの ID で書き込みをしているということはパソコンから書き込んでるということなので駐車場に行ってませんね。今から降ります。はよ降りろや。うんこの、まだ降りてなかったのか。困惑。はよ降りてやれや。こいついつも降りてんな。こいついつも今から降りてんな。これ会えたら一致殴られそう。住人たちの総ツッコミが入りました。釣りやろ、もう帰るで。クソが、いい加減にせえや。店上がるから部屋教えて。15P に気が切れました。階段にカビゴンでも寝てんのか。草。カビゴンは草タイプではありません。寒いよ。今降りたんですけど、なんか大声で規制上げろや。なんでスマホないのにネットできるんや。部屋教えろ、降りても降りなくてもいいから。どっちかが嘘ついてるかもわからんのやな今。名探偵はまだか。よっしゃ、ワイも言ったろ。誰だお前。スマホ電池残り 25% やで。029、下焦点ですよ。029ね。了解、ワイも今から行くから6時間1分ほど待っといてな。着く頃にはもう終わってるだろ。合図くれ、今部屋前。怖い、リカちゃんかな、メリーさんかな。メリーさんはわかるけどリカちゃんにも怖い話あるのかな。店員さんに聞いたらおるらしいけど、なんでわかるんですかね。ここですよ。ネカフェのサイトのようですが今は繋がりません。ノックしていい。返事ないな。近場か、見知らぬ人、なんかノックされてるんご、怖いんご。一体どっちが布団でぬくぬくしとるんや、両方やで、どっちもやろな。住人たちも誰が真実を言っているかわからない状況です。しかしそこで誰も予想しないことが起きました。着いたで、外に突っ立っとるんやけど。真の救世主現る。なんと、建物内での攻防に入っとるで、OLT2機、到着、しゃめよろ。50円しか持っていないことはどうでもよく、真実を知りたい住人たちは彼に期待します。これやばくない？店員さん呼んでくる。15P2 機が焦る。何が起きたのでしょうか。わい今、山陽自動車道に乗ったで。あと5時間かかる人は黙っていてください。あれ女の人おるやん。はあ、一致は女だった。もう一回外出ます。店名は倉敷下城店ですよ。いや部屋に戻れよ。15P2 機部屋におるんやで。何このミステリー。コナンか金田一が必要です。7GB 規制でアップロードできん。この人も画像アップできないそうです。これマジで誰も現場にいない可能性出てきましたね。ちょい待ち、店員さんが開いたら全く違う人おったで。店を間違えたか一が釣りをしているのか、それともこの書き込みが嘘なのか、真実はいつも一つ。15P2 機が釣りやろ、これがライアーゲームか。とりあえず 15P2 機合流したいんやけど。どこおる？外やで。店出ました。わい今山口南インター通過。誰もあんたには聞いていない。僕も出ます。これで一応全員外にいるはずです。駐輪場な。
現地着いたけど赤い自転車なんてないんだが、それはここに来て突然現地に現れる新キャラ、文字の色が把握できなくなるのでもう増えないでください。あるやろ、青やなかった？一は青と言っていましたね。誰も出てこにゃんけ。三人が三人とも違う店にいる可能性が理由しレベルで存在している。どこや？そしてその時は来ました。合流したで。マジ？やったぜ、合流来た。ああ、勝ったな、確信。三人でいるの？一どこ？一とはまだ遭遇できていないんでしょうか。 15P がおらん。ということは一と OLT2 機が合流したようです。駐輪場に集して探したがやっぱり赤い自転車なんてないんごね。 Y、遠いインター通過。 W9A2 機完全にリカちゃんやんけ。下の6時間かかる人はともかく、HD5 と 15P2 機はどうなっているんでしょうか。どこなんや？ 15P2 機にはがっかりやで。実は 15P2 機が幽霊だった。 Y はどこや？ Y らが聞きたいやで、怖い。自分の居場所がわからないようです。 15P 店間違えとんねんやろ。 15P2 機は木更木駅にでも寄ったのかな。 Y マサ、小郡インターまでもうすぐ。誰か写真あげて。駐輪場ってどこ？やっぱり釣りかよ、帰るんご。建物の下が駐輪と駐車スペースやねんけど。 Y、サバ川サービスエリアで一休み。ここやで。とうとうここで画像が初めて上がりました。サンキュー OLT2 機、マジやった。 Y はずっと OLT2 機のこと信じてたで。私も OLT2 機を信じていました。 15P2 機とか最初からうさんくさかったです。 Y、サバ川サービスエリアで友達 A を下ろし豊富西インターを通過。ずっと実況してるけどこの人マジで来る気なのかな。 Y はどこにおるんか。で 15P は、やる気あんの？ 15P は布団やから無理やで。まあお布団でぬくぬくしてるんですけどね。まあよかったよかった。知ってたで、こいつの特定波よ。うんこの、やっぱりな、うすうす察してたで。ここで 15P カスが釣り宣言をしました。ちなみにこの書き込みに対して、お布団の中やろ、Y と一緒や。こいつもさらっと釣り宣言していました。ボットでのキャラだったので誰も反応してなかったけどね。 Y、バイクやねんぞ。イッチ、草だるいっすねそれ。すでに仲良くなったようです。何はともあれこれでハッピーエンドですね。いやはやよかった。でお金は大丈夫なんか？せやから Y50 円しか持ってへんに打てるやろ。あれ、こいつ何しに来たんだっけ。次スレが立ちました。状況は全く変わっていません。 Y 徳山西インターを通過。6時間かかるとか一番釣り臭いこと言ってたこの人を待つしか現状手がありません。一気やで。ここで駅の画像が上げられました。臭、厨房、ワンタン余裕で笑った。散々な言われようです。ちなみに腐って書いたやつ15人くらいました。ワイヤで。 OLT2 機めっちゃ渋い。イケメン、臭、嘘だろお前。ダンディで臭、イケメンすぎて臭。これで50円しか持ってないんか。ワイはマジで岡山おるよ。この人まだ何か言ってますね。はよ 15P 来いや。ワイマサ、吹っ飛ばして走行中。徳山東インターを通過。マジで来とるん。着々と近づいてて臭。友達が運転しとるで。マジで来る気かこの人。Y、下松サービスエリア通過。いいぞ、ガチっぽくて草、淡々と近づいてて草、頑張ってほしいやで。まだ時間かかりそうですかね。メリーさんにきかっこいい。序盤は誰にも相手にされていませんでしたが、ここに来て人気が出ました。これでも解決してないんやろ。草生えるわ。カスの分際で草生やしてんじゃないよ。ここら辺は動きがないため、 WQA に機関連のレスが多いですね。何が寒いねん、Y バイクやぞ。バイクの画像を上げて怒る OLT2 機。このバイク持ってて所持金50円はどういうことなのでしょう。Y、熊毛インターで降りる。うん、おい。地理に詳しくないので Google で調べました。どうやらここで高速を降りたようです。一たちはここら辺ですね。友達強行に抵抗、諦める模様、豊富に帰るやで。希望が、そらそうよ。OLT2 機も帰るしかないですねこれは。ここまで何しに来たのでしょうね。はよこや。OLT2 機、残念だけど今誰もそこに向かってないんだわ。問題も解決したし寝るか。一致は助かってないんやぞ。話が逸れてる。倉敷県民誰か来て。そんな件はない。Y 行きたいけどチャリで1時間はかかる。たった1時間なら行けや。真冬の真夜中に1時間とか無理でしょ。一致やぞ。2チャンネルをインスタと勘違いしたのか画像をアップする OLT2 機。今一致と OLT2 機との間にはどんな空気が流れとるんや。どんな空気って冷たい空気や。ええから早来い。そろそろ寝るか。お前は死ね。ケツ出せ。作劇場はよくやった。友達にスレを朗読してあげる優しいわい。友達大爆笑。その流れで説得するやで。山口県民やから知らんし、そんなクズ死ねと言われ説得失敗。グーの根も出ない正論で草、しゃあない。当たり前だよな、妥当やな。クズとかひどい言われようですが反論できませんね。実際いくら必要なの？ 15P 言い出しってやろ。何をしょんな、はよけや。いくら必要なの？所持金2000円やが。2000円あったらなんとかなるらしいで。そうなんか、ならチャリこいで来た方がいいかな。お、やる気になったようですね。うん、この、また証拠りもなく、はいはい、釣りがしつこすぎる、もうみんな飽きとるんやで。
誰も信じません。狼少年だね。じゃあもういいんかな、寝るで。盛り上げ役としてはよくやった。ぐっすり眠って、どうぞ。なんでもいいから早来い。寒さに震える OLT に来、多分ずっと外にいるんだよね。しかしそんな時、奇跡が起きました。誰かがここに向かっているらしき画像を上げたのです。その人物とは。なんだ 15P か、じゃあダメですね。寝ろやかす。どうせネットで拾ってきた画像やろ。アホかしね。1時間かけていく気か。誰も信じていませんね。寒い。ワイをかすって言ったやつ見とけよ。私は 15P に気は本物だってわかってました。かすとか言ってた不届き者はちゃんと謝っとけよ。自由空間は岡山には一つだけよな。すんません、まだ時間かかります。元1ですけど今どんな感じですか？ちなみに僕スマホ壊れてます。久しぶりに1が書き込みました。元というのは前すれのという意味です。15P に気がチャリで向かっている模様。15P とかいう当てにならん奴がそっちに向かっている可能性がある。OLT に気は今何しとるんや。今50円さんと外で待ってるんですが、会話あるん、気まずそう。ぼちぼちですね。じゃあまた外出てきます。こうして2すれ目が終わるのでした。3すれ目に入りましたが、この時間から新しい救助隊は出てこないでしょう。15P に気が最後の希望ですね。しかしそこに日本中を震撼させる情報が飛び込んできました。スマップ解散マジで、スマップ解散マジやぞ。これは大事件です。1が捕まろうがどうでもよくなりました。こんなの見てたらスマップが解散したという、ガチやんけ、ヤフーニュースに来ててくさ、マジやんけ、日本の音楽界も終わったな、嘘だと言ってくれメンス。住人たちが悲しみに暮れていると。皆さんすみませんでした、本当のこと言います。確かに自由空間に向かっていますが道に迷っており、頼りのスマホの充電も残り少ないです。待っている方は警察に相談された方が良いかと思います。私はそちらに向かうことができなさそうです。すみませんでした。スマップに謝れや、うるせえぞゴミ。はあ、くっさ、何言っても信用されないのは悲しいんごね。15P カスが嘘つきなのは分かりきっていましたしね。VIP のもんやけど顔合わせたくないもんで駐輪場の近くの自販機下に3000円封筒に入れておいてきた。一味取ったら取っとき。突然金をくれるというビッパーが現れました。元1ですけど本当ですか？ピュアやな。どう考えても嘘だよね。OLT さんは雨が降ってきたため帰りました。分かってたことだけど役に立たなかったね。草、鼻水吹き出したやんけ。さすがに草、よく頑張ってくれたと思うやで。サンキュー50円にき、アンパンマンかな。これもウバッドエンド確定じゃないですかね。とりあえず見てきた方がいいですか？見に行って損はないんやから言っとけ。そんなだから。今見てきたけど自販機すらなかったですね。ビップやし、じゃあない。警察行くしかなくなったな。ほんま警察行きや、もう釣りやないやろし。ここに来て自首を進める住人。どうしようか、警察か、50円にきから何か金銭もらったか。いや、特には。ただいまアトン。おかえりんご、おかえりやで。本当にありがとうございました。何に感謝しているんでしょうか。一気には悪いけどワイ何もできへんし正直に言うた方がええ。ぶっちゃけ豚箱でも無一文のざらしよりマシやで。偶然論、せやな、はよいや、長引けば長引くほど言いづらくなるで。ただのヤジ馬やで、でも一気の境遇には同情することしかできひんし、金持ってたらあげとったな。ワイ社目乗せてからオープンエウの思い出したわ、知れ渡ってまう、絶頂。まとめられる可能性もなきにしもあらずやしな。ヤジ馬根性と渋いご尊顔を拝ませていただきました。まだまだ。ワイが一気の立場やったら涙枯れ果ててんねん。自業自得やろうけど仕方ないとこもあるんやで。ありがとう。この先一体どうなるのでしょうか。一致は親と不仲かなんか知らんけど、親に泣きつくしかしゃあないやろ。不仲というか言ってええんか知らんけど縁切っとるらしいで。知らんやけど18で縁切るって喧嘩して家でしたレベルやないか。喧嘩して京都からいちいち岡山来れるなら仕事探しとると思うんやけどな。もう2年近く帰ってないんやで。詳しくはわかりませんが厳しい環境のようですね。一致自身の闇が深すぎるやね。仕事クビになる。鳥取を目指す。鳥取から寝ずに岡山を目指す。まずこれがわからん。岡山になんか当てでもあったんか。どう考えても逃亡者ルートやんけ。何やらかしたんや一致。ガチで何かの容疑者ちゃうやろな。なお、Y の方が容疑者に見える模様。くさ、くさ、くさ。などと OLT に気と住人がレスをしていましたが一致の書き込みが絶えました。一致も関連して店員の元に行ったのだろうか。一致どうなったんや。一致は助からなかったのか。一致言ったか。時間を見るとわかりますがかなりの時間一致はレスしていません。お縄になってしまったのでしょうか。寝てた。ずぶとい猫の人。おい、現状教えて。なんか外出れんなった？昨日の深夜は出れたのに、マークされてるっぽい。昨日の深夜は身分証を渡せば出れたんだが今さっきは先に精算じるって言われた。もうダメみたいですね。店員の言ってることもちょっとおかしかったし多分バレてるんやろな。2000円でいいなら届けたろか。お願いできますか。丸1日近く経ってるからすでに2000円じゃ足りないんじゃないですかね。ワイも暇やしやじうまいこうかしら。参加費2000円な。オフ会が開催されるようです。この一昔前の2ちゃんの雰囲気、いい感じだぜ。どれやねん。
ナイト12時間プラス12時間プラス食事代がちょっと。延長料金で計算すると、7600円いきますね。プラス食事代です。7620円プラス食事代ちょっと、1万円あれば大丈夫やろ。それにしても金ないのによく飯食おうと思ったな。飯食う時に金ないのを知ってて食ったら無銭飲食で詐欺やなかったっけ。そうやで、懲役刑しかない重い罪やから通報されたらこってり絞られるで。逮捕の危機です。そこに。着いたで。入り口まで来れます。出れないみたいなんで。来たで。行きます。この流れに住人たちは。やったぜ、優しい世界。OLT2 期、イケメンすぎやで。感動のフィナーレです。誰か来れんのか、7000円持ってきてや。9000円やて、はぁ。くさ、くさ、くさ、残党、うんこの。当然の流れですよね。これ店側に完全にお金がないのバレました。今7200何ぼ足りへんのやで。ほんで延長過ぎとるからなるべく早い方がええし2000円出したわいが気まずい。来てや。悪いがこんな一致2000円ですら恵みたくないやで。わい山口県民、行ってやろうかと思うもよくよく見たら岡山の話なのに気がつき断念。岡山か、まあええわ全力で釣られたるわ。今名古屋のブロンコビリーで飯食ってる。まっとれ、神戸ならな、ここに来て、動きが活発になってくるとは思ってなかったやで。昨日いなかった人たちが入ってきたのか活発になってきたようです。店員の様子はどんなん、もう一致が金持ってないのはバレとるやろ。ご生産を、やで、10時まで待つやで、これ変ならわい帰るで、金をドブに捨ててまでお折開したい人だけ来てや。あと3分くらい待ってくれるそうです、ムスカかよ。一致多分通報された。とうとうその時が来てしまったようです。住人たちは驚いたり喜んだりしています。まだ待ってもらうように言うてるとこやで。頑張れ、OLT2 期。タイムオーバー、間もなく警察や。諦めるの早いぜ。充電少ないし随時報告はできんけど乗りかかった船やから一気に送るまでおるで、進展あったら報告するわ。警察来たけどめっちゃ高圧的。どんな理由があんな言ってみーおめえ。金もねえのに泊まろうとおめえ何をおめえどうやって弁償すんなおめえ。方言で説教されると怖いよな。警察怖いから逃げてきた。なんか巻き添えで逮捕されるかもしれないし逃げるのはしゃあないね。OLT2 期は頑張ったやで、お疲れ様やで、おつやぞ、いいタイミングで大事っ子始まったしええまくびきやん。まあ巻き込まれてあらぬ疑いかけられたらマイナスしかないもんな、いろいろおつやで。一致、働きます、警察、働くじゃねかろうがおめえごらー。おまわりさんたちこの状況で何がしたいんでしょうね。一致は警察二人に囲まれてお説教という名の恐喝受け取るからワイ入れん。パトカー内でなんでか知らんけど。応援来た警察。無銭飲食に応援が必要なんですかね。大犯罪人かな、わろた、連行やろうな、ひ弱なミートなんて二人で十分そうなのにな。連行されるまで見届けたろ。めっちゃ警察来た。そんな大ごとになるんか。多分覆面も来た。殺人犯かな、岡山県警暇すぎ。イッチちゃんの様子は伺えるの。建物の2階がネカフェではいい機会。イッチビビってこのスレさらしてもうたら50円に気やばない。ワイは警察に忘れのこと話したで。喋ったんかい、引き止められんかったんか。多分どうでもええんちゃう、友達やないにあったら関係ない言うてたで。警察、君友達、ワイ、言えちゃいます掲示板でお金足りねえからちょっと持ってきただけです。原文ママ。リアルでこの喋り方なのか。ワイ帰っていいかな、タバコ吸いたい。ええんやで、お疲れ様やで、おつやで、風邪ひかんでな。多分イッチは事務所店の、あと警察チャリ見に来た。警察取ったろうかな思うたけど Y に被害被るのごめんやからコンビニ行く。Y、ローソンで一服中。OLT2 期は30代くらいやろか。Y23 やで。住民たちは驚きの反応を見せます。私は40代だと思ってました。Y 残り充電 19%。詳細報告いる、いるなら帰ってからに書き込むで、それか Twitter に書く。ほな帰るわ、お疲れんこう。こうして OLT2 期も消えていきました。ここからは翌日たったスレでのちょっとした後日談です。そういや昨日のイッチはどうなったんや。あの後帰宅途中に日所の前通ったらパトカーと普通の車が入っていっとったから多分イッチやで。ID は変わりましたがトリップはついているので OLT2 期です。ワイイッチのこと信じててん。なのになんで金ないのに店入ったんか聞いたら、スレ立てたらこうやって金貸してくれる人来てどうにかなると思って、とか言われた瞬間光の速度で呆れ返ったで。そういえば逮捕確定になったのにもかかわらずイッチはワイに後は適当にスレ盛り上げといてって言うてきたわ。自制の具がそれなのか、なんというかすげえメンタルだな。50円2期はいろいろ知っとるんやろうけど個人情報やしえんよな。別に無銭飲食2期のことはあんま知らんし質問あったらワイペチャクチャ喋るで。絶縁って何があったんや。進路について喧嘩したんやと。意外とありきたりな話でしたね。絶縁は誇張やで、家に入れてくれんしまっまだ気が繋がってへんし、連れ子がおってどうたらこうたらやと。やっぱり複雑っぽいです。家でというより追い出された感じですかね。普通の家庭やんけ、中学生くらいならともかく、18にもなって血が繋がってへんとか、異母兄弟とか、不幸自慢にもならへん。普通なのかこれ。ここからは OLT2 期が一と店とのやりとりを書いてくれました。警察来るまでの流れ、2000円でええんか、いくらぐらいっすかね、店員に確認、9200円です延長越してますんで精算するか戻るかどちらか決めてください。ああ、誰も来れんし警察でも仕方ないで。
荷物取りに行ってきます。無線が荷物取りに行ってる間に店員が何やら電話をする。電話に出てください。無線に対してお金の方はちょっと待ってください、まだなんとかなりそうで1時間くらい待ってください、誰か来れます。 Y に対して無理や、もう警察でもいいです、電話終わり。 Y 無線に反省を促しつつ警察を待つ。以上。長々書くのもあれやし、あとはツイッターに書いたで。無線とはいろいろ話したけど特に面白いことは話してないからあれや。これが OLT2 期の最後の書き込みでした。この名前で OLT2 期はツイッターをやっていたらしいですが、すでに名前を変えたのかそれらしき人は出てこなかったです。いかがでしたか。無線飲食はいけないことです。最近 YouTube さんのチェック厳しいんで犯罪行為は良くないアピールをしておきます。一がその後どうなったのか、今となっては知る術はありません。真っ当な暮らしをしていることを祈るだけですね。皆さんはこの話を聞いてどう思いましたか。私はやっぱり、南ジェイミンやオンジェイミンに助けを求めてはいけないなと思いました。助けを求めるのはビップがいいですね。ここまでご視聴ありがとうございました。感想をお待ちしております。また見てね。